とやりとり、ドミンゴドミンゴ。午後3時になりました。爆笑問題の日曜サンデー。この時間はあなたとやりとり、ドミンゴドミンゴ。リスナーの皆さんによるネタ投稿コーナーです。担当は鹿のドド君です。こんにちは、エリカです。何を喋ってんだよ、何を喋ってんだよ、エリカ様が対抗してくるから。いや、今、いや、もう私は。エリカさんは普通にちゃんと読んでましたけど、自分のペースで読もう。ドド君が勝手になんかもう。ドド君も自分のペースで読む。ペースというかもう、言葉になってなかったからね。でも、ドド君もね、昔、ドド8分の7っていう感じで、かなり100%に近いけどね、8分の7ね、かなりね、多いね、鹿8分の7、鹿8分の7、うん、あとだから8分の1が牛だった時があるんですよ。えそうなの、どういうこと、鹿8分の7、どういうことって、どういうことって、こっちが聞きたいそれ8分の7が鹿で、8分の1が牛、うん、牛そうです、はあ、牛を、ドド君がってこと、そうです、ドド、え、ドド君8分の1牛だったんですか、確かに、確かに、いやいや、わかんない、確かにがわかんない、どういうことよ、会話にならない、ならないよ、本当に、確かにって何、確かにそうです、え、確かにそうです、バンドとかそういうやん、ドド君自体の DNA ですね、ああ、そういうことね、たまにこれはあんまり学術的にはうん、言っちゃいけないことですから、じゃあやめときましょうかね、そうですか、はい、隠しといてください、はい、分かりました、確かに、以上何研究しないときましょう、確かに、はい、確かに、はい、今週の必須ワードは麦茶でございます。はい、家庭によって味や濃さ作り方ありますよね、紹介を太田さんからお願いします、はい、ミネラルでお願いします、ミネラルですか、今ミネラル麦茶ありました、ラジオネーム小島ルリオ結婚しちゃってね、ルリコさんは、大人の麦茶がうまいんだよと言ってはおじさんビール飲むと、あ、大人の麦茶だよこれつった、麦茶だよこれは、うん、お前大人の麦茶、ビールネタ多数、うん、情景浮かぶということでこの方が、いいですね、親戚の集まりとかで ね、おじちゃん何飲んでんの、大人の麦茶だよ、ね、ガソリン飲んじゃうか、ガソリンね、消毒しちゃおうかな、必ずそういうの言います、ラジオネームチャボ、麦茶を飲んでたグラスにビール、気づけば日暮らし泣いている、ああ、麦茶を飲んでたけど も、ね、そのうちビールになんか風情があんのよ、いいですね、気づけば日暮らし泣いて、急に俳句みたいになって、ね、ね、ちょっと季節感が、季語感みたいな、うん、いいですね、肌の太郎、うん、麦茶に砂糖を入れる入れない最高裁で決着だ確かにこの論争はずっとこの番組では、ね、論争でもないけどね、続いてるからね、入れない、だから3人とも入れないんで、ここは別に論争は起きてないんですよ、何が、だ、太田さんが必ずたまに友達ん家で麦茶砂糖入ってる家があってびっくりするよねっていう話を毎回する、なかったで、なったって、その時も俺もあったねって俺もウェってなるって、別に論争は起きてないえ、じゃあ何が問題、問題はない、同じ話をしちゃったっていう、もうそれを忘れた先週だからで、そうですそうです、ね、数週間前にも、ね、この話またしてるっていう、去年も同じ話してましたよ、ああ、そうかそうか、指摘されるっていうね、ラジオネーム昭和の香り、ベテランマジシャン茨城弁で麦茶をウーロン茶に変える、マギシロさん、マギシロさんですかね、このこれウーロン茶なんだけどね、うんうん、これハンカチをね、うん、やると、ね、麦茶に変わりますよ、ね、見た目は変わらない、変わらないね、マギー、いやーまあ やってそうだなっていうね、やって やりそう、やりそう、やってほしいよ、ね、あ、それいいネタだね、僕もらったら言いそうだよ、言いそうだよね、パチョレック10リットルの汗かいたので20リットル麦茶飲む、いや多い、10リットル多い10リットル多い、むくんじゃうよ、そんな飲んだら、ね、下手したら溺れちゃいますからね、これあんま飲むと、あんま飲むとね、うん、桃一郎、野球のピッチャーなぜ投げる前
麦茶のパックを触るのか。麦茶のパックじゃないんだよ。老人パックね。え、ね、麦茶じゃない。老人パックさ、あの滑り止めの粉。なんで麦茶触ってんだろうね。麦茶じゃないんだよ。どこの野球の、白い粉がバーって立つでしょうが。確かにそう見える。ね、確かに白いでしょ。うん、ラジオネーム、刈り上げさん。麦茶の滝に打たれた日から、なんだか体が香ばしい。あ、それは麦茶の滝だからね。どこにあるんだろうね。麦茶の滝。の滝ね、どっか山奥にあるんだろう。ないわ。麦茶の幻のね、伝説の。どこかで煮出してんのかな、麦茶ね。ばあさんがね、お山奥でばあさんが、ね。ラジオネーム、ありてえ。みんな麦茶が好きでしょうけど、麦茶もみんなが好きですよ。いいな。麦茶もみんなが好きなのね。いや嬉しい。ねえ、相思相愛なのね。みんな飲まれたいと思って。ね。以上です。ではおさらいしていきましょうか。はい、大人の麦茶がうまいんだよと言ってはおじさんビール飲む。うん、いいですね。麦茶を飲んでたグラスにビール。気づけば日暮らし泣いている。麦茶に砂糖を入れる入れない最高裁で決着だ。ベテランマジシャン茨城弁で麦茶をウーロン茶に変える、うん、10リットルの汗かいたので20リットル麦茶飲む。10リットルの汗かいたの。野球のピッチャー、なぜ投げる前麦茶のパックを触るのか。麦茶の滝に打たれた日からなんだか体が香ばしい。麦茶の滝ってなんだ。みんな麦茶が好きでしょうけど、麦茶もみんなが好きですよ。これいいなぁ。いいなこれ。最後のいいね。やっぱいいっすよね。ちょっと、田中さん、これ、最後のいい、私もこれにします。うん、ねえ、太田さん。僕は老人バッグのあの老人バッグ、老人バッグね、野球の分かれちゃいましたけど、でこれドド君、今日はドド君、でも2票こっちに入ってますからね。そうそう、決まりかな。みんなが好きですよ。みんなが好き、ドド君決める権利はないです。権利はあるんですけど、まあ、いつもだとこう割れちゃった時に、この中から選んでっていうのはよくあるんですけど、話しかけないでください。話かけないこと。すごい距離。なんでいつも話してるじゃん、ここは。だって別にもう決まってんだから。一応ね。一応ね。あ、じゃあ、いいんですね。話しかけない。わかるか、じゃあ決まりで。じゃあ決まりでいいですか。話しかけないでって言ってるから。話しかけないで。じゃあこれで決めちゃいますね。話しかけないで。怖いよ。それしか言わなくて。怒ってる、ね。でもまあ多数決ということで、はい、いいですか、ラジオネーム。ありていさん。のドドイツに決定でございます。クオカード1000円分差し上げます。ではドド君お願いします。ドド君は読んだらいいんですか。今話していいんですね。はい、読んでください。みんな麦茶が好きでしょうけど、麦茶もみんなが好きですよ。ドドイツっぽくやれ。歌ってくれよ。でもいいね、これ。新しい。さらっと読んで新しい、ね、なんか引っかかったんだろうね。そうですね、ちょっとなんか危険損ねたな。ごめんなさい。前衛的な感じ。前衛的なの今。そうだったの ね、はい、あなたとやりとりドミンゴドミンゴ。次回の必須ワードは海です。お、はい、今年の海の日は7月17日月曜日ということですね、うん、海という言葉必ず使って7775のドドイツを考えてください。回答例です。海の家から波打ち際まで赤絨毯敷く大富豪。赤絨毯敷くの、ね、え、砂浜がね、暑いからね、暑いからじゃないよ。海行くなよ。じゃあもうレッドカーペット海ということで、宛先です。メールの場合は日曜アットマーク tbs.co.jp、おはがきは郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデー、ドミンゴドミンゴとドイツの係。最優秀作品に選ばれた方にはクオカード1000円分差し上げます。たくさんの参加お待ちしています。以上、あなたとやりとりドミンゴドミンゴでした。明治長く愛されている美味しさの秘密、明治クオリティのアーモンドと
アーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート。特にこの直火ローストでカリッと香ばしいアーモンドが最高。あーもう食べたい。ラジオとチョコレートは明治。ここでゆとり世代のギュッとしてをお聞きください。ギュッとしてギュッとしてキュンとさせて、私を安心させてよ、このままずっと離さないで。どこで何してるの、行った方だよ。行った方でしょ。お前が邪魔をした。お前が邪魔をした。馬だってお前は。立ちです。毎回。どっちでもいいですけど。すごい巧妙ですね。自然な話でずっと。あれをずっとやるのよ。いや、まだいいよ。言えてた方です。お前ら結構来てるから。あ、よかった。なんとなく分かってるけど。初めて来る新人とかもいるわけじゃないですか。大津さんが話してるから、ああ、なんつって。そりゃそうですよ。なってる間には、早く言えって言われるから。プチドッキリね。もうプチ、ね、まあまあまあね。生放送のラジオですからね。本当にうまいな、パワハラが。本当にうまい。パワハラじゃないですよね。パワハラじゃない。巧妙なパワハラですよね。違う。狡猾なクリーチャー。パワハラじゃない。TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデー、ここからサンデー芸人ランキング、今週のランキングナビゲーターは、エリックコミックのやついくん、今立くんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりです、5年ぶりに。5年ぶりだって。そうなんですよ。2018年10月以来だって。はい。結構空きましたね。空いたね。そんな感覚はなかったんですか、こっちも。ね、はい、我々もなんか毎年、まあ、タイタンライブであったりしてるからね。あ、そうか。それもあるか。はい。よくブーマーさんとかと絡んでるの、横でずっと聞いてる役が。そうなんですね。ブーマーさんの楽屋に僕らもなぜか一緒なんで、いつもおじいさんのおじいさんの、ね、ゲスト楽屋、ね、あ、ゲスト楽屋、ね、老人ホームって言われてある老人墓場で、他にもゲストの芸人いますよ誰も寄りつかないですよ、ね、本当に僕らとブーマーさんなんですよ、そこには太刀打ちできないあそこ行っちゃダメなんで、ダメなんで、ね、私たちが入るときはプリンプリンさんがいらっしゃらないんですよ、あ、そう、大体それでお前がいつもなんか何か立てるんだよ、いや、そんなことないですよ、プリンさんが怒ってるっていう話をもう聞いてそれでそういう話をしてただけなんですよ、しょうがないですね、太田さんが喜んで、喜んじゃって、ね、てくれて、いや、でも俺、あれ、毎週見てて、日曜日の、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ね、素晴らしかったよね、あのラジオでも話していただいて、いいドラマでしたよ、はい、オリジナルでね、そうなんですよ、うん、本当にラジオのリスナーさんが主役の、本当の意味での主役のドラマでしたよね、であれさ、嫌なことが起きないのがすごいよね、あ、そうですね、ドラマって普通さ、ね、絶対騙されんじゃないかとか、いろいろ思っちゃうじゃない。うんうん、最後までそうなんですよ、ね、不安なちょっとね気持ちになるところもありますけど、気持ちになるとかあるんだけど、はい、一番最初はね、こいつら大丈夫かっていうぐらい不幸なんですけどね、うん、みんなそう、うん、ちょっと良くなってっていう、あれどういう形で話してきたの、あれは本当に僕らのずっとやってるんですよ、あの太田さんもおっしゃって、はい、俺絶対エロバスツアーだと思ってた、ずっとおっしゃってましたよねそれバスツアーってものはないんですよ、そんなもん続かないでしょ、はい、でそれをなんか体験してくれた方がいて、
お客さんで来てくれてて、その人がその企画をこういうのをやってる芸人がいますよっていうことで、話して、それ面白いじゃないってことでなんかドラマ化してくれたんですよ。すごい話で、そのまんまじゃあ、その二人でもう本物でやろうってことになります。そうなんですよ。だからまあファンの方がたまたまその作ってる人にいて、僕らのバスツアーに来てくれたっていうのがきっかけでございます。それ分かってるの誰だか。分かってます、分かってます。あ、すごい ね、 そ、 ねそれは、そういうことあるんだね。だからその人がなんか本当に全く付き合いがない女の子たちが出会うっていう方法ってなんかあるかなっていう時に、そうかそうか、同じリスナーと、はい、ラジオのリスナーでバスツアーでなんか出会うっていうの本当にありますよみたいな話をしたら、あ、それいいじゃないみたいなことになって、それがなんかきっかけでドラマになったという、ね、ね、あれでも見てて気分よかったろ。でもまあそうですね、気恥ずかしかったのは気恥ずかしかったんですけどいやでもさ、はい、でだってさ、あの宮本信子さんとかがさ、あ、はい、楽しみにお前らのラジオ聞いてそんなことさ、涌井恵美さんとか、まあ、光栄、光栄ですよ、涌井恵美さんとかさ、ぬるぬるとかさ、ありがたい、ね、ありがたい、本当にね、清須さんって言ったから、え、演技してるとせーの、せーの、せーのさん、だんだんなんか本当にこの人たちがファンなのかなって気持ちになってくる、なるだろう、なってくるんですけど、初心もんなよお前、そうではないんですよ、なんではないんだよ全然そうではないんですよ、夢から覚めちゃったみたいな、そうですよ、終わると、あ、はい、出したあ、そうだそうだ、いけないいけないいけない、ファンの役なんだよなって、うまいから、いつもなんかね、ちょっと傷つく、うまいから、それでもやっぱいいよね、そうですね、まあいいんですけどね、ちょっと傷つくんですよね、ちょっと違ったんだ、やっぱり違ったんだみたいな、今は聞いてねえんだろな、まあ、その役作りだったんだ、いやいやいや、ね、まあ、それこれを機にね、聞いてくれてもしましたけどね、このドラマちなみに TVer で7月9日まで見ることが、ぜひ見てください、ね、めちゃくちゃいいドラマです、あ、今日までだね、ただテラサでは全話見ることができるということで、見ていただければ、ぜひ他局ですけど、ちょっと、あ、そうですね、ありがとうございます、さあ、それではですね、このコーナーではお笑い芸人の方々がナビゲーターとなり、気になる物事のランキングを紹介していきます。今日はどんなランキングでしょうか。はい、今日はこちらのランキングです。もう先ほども話しましたけど、ファンとのバスツアーで実際に起こった出来事ベスト5。あ、はい、じゃあ、そうか、もう僕ら16回目で、そうですね、今年もね、太田さんも来られると言われてる、行きますよ、はい、バスツアー16回目、8月5日と6日なんで、ちょっと日曜さんでお休みしなきゃいけないんですけど、はい、そうなんですけども、なんと、こちらの方、地域学園修学旅行でございます。連れてってもいいですか。あ、ぜひぜひ、ありがたいです、ぜひ来ていただきたい、夜の宴会ぜひお願いします。お願いします。俺はいいよっていうだけで言いますね、言いますね。さあ、ということで、これ実際にやっておりますので、うんうん、もう2000多分5年とかからやってるんですよ。17年ぐらい、はい、17年、まさにあのドラマぐらいやってるんですよね。そうだな、はい、で実際にいろいろと起こっておりますので、うん、その出来事をランキング形式にして発表したいと思います、はい、さあ、それでは早速行ってよろしいでしょうか。はい、それでは参りましょう、エレコミックファンとのバスツアーで実際に起こった出来事第5位。ホテルの鍵をなくして弁償の費用にビビっていたら200円だった事件。安かったね。びっくりしました。よかったね。これ、あの、一度、海外に行ったことがあって、はい、海外行った時に、うん、その、うちのマネージャーが、うん、なんか鍵をなくしたって言って大騒ぎして、うんうん、で言葉も通じないし、うん、海外で、ね、なんかお客さんの中にちょっと英語喋れる人いて、うん、で聞いてくれたら、うん、もう全部弁償だって言ってます、うん、結構いいホテル、いいホテルなんですよ、うん、全部弁償だって言って、うん、もうみんな必死に探してきて、もうダメだ、うん、もうでも1万2万かかるかもしれないけどって言ったら、うん、200円って言われて、じゃあもういいじゃねえか、200円だったら払えばって200円払ったっていう、こう、まあ、軽いジャブからお願いします、空気を読んだ。でもそのバスツアーじゃないじゃない、まあ、これは、まあ、これはだからあれなんですよ、まあ、まあ番外編というか、番外編です、ね、宇宙バスとかそういうこと。いや違います、そんなの借りれない。エレキ学園修学旅行っていうのをやってるんですけど、うんうんうん、まあ、大人の遠足みたいな、うんうん、僕は僕で個人的にやついツーリストっていうのをやってて、それは海外に行くやつなんですよ。お前手広くいろいろやついフェスとかさ、お前イベント好き野郎だな、お前ただの、いやだ、ただのイベント好き野郎だ、ありがとうございます、褒め言葉として捉えて、ありがとうございます。やついを関する、その時に起きた、結構やっぱ海外だからいろんな事件が起きるんですけど、あ、それもぜひそちらもドラマ化していただきたいですね。海外でね、こんなドラマばっかりやつ、どうする海外でね、はい、まあ、こんなことがありましたけど、はい、さあ、それではどんどん参りましょう。第4位、
エレキコミック抜き打ちテストをバスでやったら全員気持ち悪くなって吐いた事件です。ダメだ、文字書かしちゃう。そうなんですよ、分かってなくて、これが第1回の時に愛知県まで行って、うん、愛知まで愛知九博やってた時だったんですよ。愛知九博、花博、懐かしいね、はい、あの時にそれこそバカリズム、まだコンビのバカリズムと僕らでやったんですよ、うん、その時に、まあ、我々のファンのどれぐらいファンかを、うん、まあ、みんなにちょっとテストだって言って、うんうんうん、まあ、面白おかしくなんかちょっと大喜利っぽくテスト出して、はい、その夜の宴会でそれをなんかこういじりながら、うん、ね、こう盛り上げようと思ってたら、うん、まあバスの中じゃ字書けませんね。全員が吐いちゃって、全員が吐く、でもビール青い顔になってきましたよ、止まるはずのないところで止まり修羅場ない全員でパーキングで真っ白だから、ね、全員が吐くってほぼ真っ白、最悪だね、最悪でした、ね、いやー、これはひどかった、もうそれからはもうやらないですよ、だって、ね、名古屋まで 何時間ぐらいか、6時間ぐらいかかったんですよ。その時だからバスツアーの距離感も分かってないんですよ、長すぎたんですよ、高速バスだからね、だいたいね、そうなんですよ、そうです、2時間もかけちゃダメですよ、ダメだね、ダメですね、だからいろいろとあの分かった頃バスツアーで、初期の頃はね、これはちょっとドラマには採用されました、そりゃそうだね。ちなみにどんなテストの内容だったんですか。これはあの僕ら の、うん、あのコントとかの最初のボケとか、あ、本当にコアなファンだからこそ分かるみたいな、そうです、うん、はい、そういうこと、爆笑さんも取られてる演芸大賞、うん、はい、ちょうど取った、うん、ネタは何でしょうとか、あ、そうですか、僕らも取ったんですけど、なんかそういうのを出したんですけど、そのところじゃなくて、もう書くとかじゃなくて気持ち悪くなっちゃってるからそうなんです、ね、入っちゃったという、これはねありました。これはしょうがないですよ ね、大惨事だね、大惨事ぐらいまでです、4位はね、うん、はい、うん、さあ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 、それでは第3位の発表いきたいと思います、うん、はい、それでは第3位、とあるあだ名の女性が参加者からモテ始め、そのまま参加者同士で結婚、まさにドラマみたいな、いや結婚してる、ね、結構もう結婚が多いんですよ、もうね、そうね、はい、マジで 6組ぐらい結婚してますね、だから、はい、知ってるだけで、趣味が一緒とか笑うとか、うん、やっぱり合うもんな、そうかもしれないね、そうなんですよ、うん、はい、しかもなんかなんか学校以外で、うん、あんまりその他人というかね、うん、全然近くに住んでるわけでもない人が集まって一泊二日過ごすとはない、ないね、そうなんですよ、確かに、だからなんか社会的なこう地位とかあんま関係なくなるので、ね、うんうん、そうなんですよ、なんかフラットになるからなんか付き合いやすいんですかね、うん、結構2人部屋とかも選べんですけど、うん、あの6人部屋とかだから基本なんですよ、まあ、みんなで、だから知らない人同士がもう同じ部屋で、男女関係なく、あ、男女は分かれてる、それは関係ない、ね、まあ、それはエロバスツアー始まっちゃう、やっぱりかと、いや、やっぱりかじゃないですよ、やっぱりで、またあのドラマでもやってましたけど、うん、実際本当にあだ名をつけてこうちょっと相性をつけるんで、みんななんかそこで、うん、あ、ちょっと話しかけやすくなるっていうの、ね、でこれとあるあだ名の女性っていうのが、まあまあこれも意味があって、うん、でちょっと打ち合わせでは喋ったんですけど、お昼の番組ではやっぱりふさわしくないっていうので、はい、今回はそういう感じ、あだ名が、まあ、あだ名これにつけたんですけど、なるほど、なるほどね、今これはね、でもね、本当にゲッターズ飯田って今もう、はいはいはい、占い師の、うん、あいつが参加してたんですよ、え、初期はそうなんですよ、それで全員に占いをしてもらってたら、この女の子がまさにこれだと、このあだ名のね、はい、ちょっと放送じゃ言えない、まさにいい茶碗だ、いい茶碗だよって、いい茶碗だよこの子は名人が作った、名人が作った、この子はすごいよなんつって、これは名品だなんつって言って、いい仕事してますねつってって言ったら、その女の子もまんざらじゃなくなっちゃって周りの男もなんかそわそわしだしね、確かにそう言われたら見る目変わるもんね、女の子なんか、あら、まあ本当にそうなんですノリになったら急に男たちが色めき出しちゃって、あ、そうか、それエロバスツアーじゃないか違うんですよ、占いですから、占いでね、あくまで、それで結果占いでなんかこの子が相性いいんじゃないなんつって、あ、そういうのも占いで、言った男の子がいたんですよ、でもそれ満足させられることはできないかなとか言って、なんかその冗談でやってたら、本当その2人が結婚して、あら、すごい、まだ今もずっと今も、はい、もうお子さん2人いて、あ、そうなんで、なんかあの家族で参加してくれるっていうか、まあ、バスツアーはなかなか厳しいですけど、ライブそうなんですよ、いい話じゃんそれは、はい、ね、あのドラマの中でさ、幹事みたいな男の子出てくるじゃん、はい、ああいう人はいるの実際に、ああいう人いますよやっぱり、うん、ずっと毎回来てくれる方とか、出し切ってくれたりとか、ね、参加者の年齢層とか男女比ってどういう感じなんですか。最初はね、やっぱ女性が多かったんですよ、あ、そう、ほぼほぼ女性だったんですけど、はい、うん、まあ
徐々に男性が増えていって、今半々ですね。半々。ちょうど半々ぐらいで、でまあ年齢一番上の人で、こう60いかないぐらいかな、50。まあそうだね。僕らも50近い。そうだね。50いくつの、あのラジオのリスナーで、ね、はい、ありがたね、やらせていただいております。その方とかが一番上で、一番下だとやっぱその10代とかも時々来ますね。そう、10代。いや面白いですよね、やっぱ17年もやってると、うん、暗い少女だった子が、そうなんですよ、お母さんと一緒に来てたとかね、ある時から急にもう赤髪のイエーイって思うのがまあまあいろいろあるからね、変わるんキャラ変もしていくわ、なんか暗かったからもう、学校さもう行かないでさ留学したらって言ったんですよ、そしたらキューバに留学して、帰ってきたらバリバリになっちゃったんですよ、すごいとこ行ったね、人付き合いのいい感じ、日本中をねなんか旅したりして、活発な子になったりとか、人の人生変えてるわけね、面白いんですよね、やっぱそういう意味では、はい、面白いね。さあ残りのランキングは交通情報 CM の後で発表いたします。日曜サンデー、千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い、厚生労働省認定の自社専門スタッフが分かりやすいご予算でサポートします。信頼と実績の家族葬は千代田セレモニーです。原田信郎です。それでは一曲、玉ねぎの歌。 JA 淡路島の玉ねぎは甘いのよ、煮ても焼いても生でも美味しいよ、玉ねぎ玉ねぎ JA 淡路島。みんな、企業の平均寿命って知ってるかい？企業の平均寿命は30年もないんだってね。だから100年企業はとても貴重なんだ。横尾材木店はあと2年で創業100年、すごいね。信頼と実績の100年企業、横尾材木店。はい、ガリバーです。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めていない方も 0120-66-8251 66-8251ガリバーへ。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。園子コミック、はい、お伝えします。どうぞ。東名高速の上りは綾瀬スマートインターで9キロ伊勢原ジャンクションから35分、中央道の上りは小仏トンネルで13キロ40分、関越道の上り東松山付近では8キロ半15分、京葉道路の上りは貝塚インター付近、追い越し車線で乗用車同士の事故の処理が続いています。5キロ、松ヶ丘からは通過に45分、影響で交わる千葉東金道路の上りは千葉東ジャンクションで3キロ30分、東京湾アクアラインの上りはアクアトンネル内で乗用車3台の事故の処理が行われています。追い越し車線が通れず、渋滞は連絡道へと伸びて合わせて10キロです。また北関東自動車道の東行きは足利と佐野田沼の間、事故のため通行止めとなります。ご注意ください。警視庁から以上です。警視庁の桜井園子さんでした。お見事。次の交通情報はこの後3時53分頃お伝えします。ねえ、なんだいウソピョン。ウサギは月で何をついてると思う？餅だろ。嘘をついてるんだよ。へえ。広告の嘘、ダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 03-3541-2811 または JALO で検索。ここで TBS ラジオから宣伝担当の皆様にお知らせです。ウェブ広告で結果が出なかったら、今お聞きの TBS ラジオ活用してみませんか？ TBS ラジオならインターネットとの連動企画実績も多数、媒体資料、価格表もご用意しています。 TBS ラジオか、営業サイトと。どれどれ、おお、見やすいね、番組の企画書か。こっちは事例紹介と。おお、いいね。おお、料金もわかりやすい。よし、問い合わせてみるか。TBS ラジオ営業サイト。
笑問題の日曜サンデー、 TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデー、この時間はサンデー芸人ランキングの続きをお送りいたします。今週はエレキコミックのオリジナルランキング、うん、ファンとのバスツアーで実際に起こった出来事、はい、ベスト5ということで ね、お送りしております。もう歴史ありますから、16年、はい、16回目でございますね、うん、今年ね。さあそれではいきましょう、第2位です。ツアーの参加者が放送作家になり、ドラマで初めて一緒に仕事をした。おー、あれ、こういうことも起きるんですよ。はい、はい、これはだから最初来てた時は普通に働いてたんですよ、うん、だけど、うん、来てるうちに、うん、放送作家になりたいんですよって言って、うん、でって言って、まあ僕がやってるラジオとかもお手伝いになってもらったりしてるうちに、あれよあれよと、うん、放送作家として、うん、まあなんか、まあちょっと上がってきて、うん、それで、まあ伊集院さんの今やってるラジオの、うん、まあこの、ビンジョメガネっていう名前で、はい、ビンちゃんっていう、ビンちゃん、はい、うん、採用されて、今伊集院さんのラジオの作家になった。へー、でそれが、まあきっかけでラジオの作家としても結構売れ出して、うん、で今回のこの番組の、うん、ラジオ局のところでもなんか4個ぐらい番組やってて、うん、で僕らがこのドラマの、うん、ドラマのやつで1回2回ラジオやれることになったんですけど、うん、その時に彼が作家で入ってみたいな、はい、へー、すごいね。ドラマパートでもラジオのシーン の、うん、台本とかは、うん、そのリスナーが書いてくれてる、うん、たまたまなんですよ、それも、たまたま、たまたまテレビ局さんがこういうラジオを題材にしてるから、うん、彼に作家やってるから、うん、じゃあラジオってどういう風にどういうのものなんですかって言って聞きに行ったら、知らないんでバッサー参加してたとかじゃない、聞きに行ったら僕何度も参加してますよって。うそ、ね、すごいね、すごい。じゃあ俺たち、そういうミラクル運命なのかもしれないね。はい、はい、本当にそう。俺たち、俺たちは何度も入ってた、岡田さんが何度も入ってた、岡田さんも思い出入りました、ね、俺たち今日そうですね、一緒に話してこれもね、これもそうかもしれないですけど、6ヶ月かもしれない、今日の昼ぐらいは偶然そこが一緒になったっていう、すごい、ね、僕らに来てたからなったわけじゃなくて、そうなんです、全く違う。びっくりしたの。じゃあびっくりしました。すごいね。そうなんですよ。だから、あ、え、あれなの、参加者だからって最初聞いたんですよ。ああ、だから、いや違う、たまたま、その仕事の話が来たら、ああ、僕参加してるっていうことになって、はい、いや、それすごいね。最初に声かけた人すげえ嬉しいだろうね。本当ですよ ね、 ね、嬉しいとかそういう問題じゃないよ。怒るとこじゃないだろ、別に。すげえ熱く語ってくれるのは俺らより。わからない。やっぱ、ま、昔あったから来てました。あったかね。いうことじゃないと思う。すごいな、すごいね。これは本当に偶然、まあ、だって16回もやってないろんな人いるよな。さあそれでは、はい、発表したいと思います。エレコミックファンとのバスツアーで実際に起こった出来事、第1位は、女性のツアー参加者3人が意気投合してシェアハウスで暮らし始めた。ドラマ通りじゃねえかよ、お前。そうなの、これが本当にあった、本当にあった話。今も続いてます、これ。あ、いるの、モデルが。いるんです。実際は4人です。4人です、うん、実際は4人ですけど、もうバッションもバラバラ、うん、日本全国からこう集まって、うん、僕らのバスツアーに来た女の子4人が、うん、まあ、その旅行で意気投合して、はい、本当にその後一軒家で一緒に今も住んでる。カフェ、カフェはやってないんですけど。やってないですね。やってない。あー、でも多分宝くじも当たってないと思いますけど。当たってないけど。宝くじを当てた人もいましたけどね。あ、いたんですか。はい、最近、ね、だけどその4人で一緒に住んでるっていう。すげー。だからあのドラマも僕も見てて、うん、あ、なんか本当にあった話が結構多いなって思いました。うん、見てる人は、あ、私のことじゃんって思ってる、思ってる、はい、絶対4人は、はい、絶対見てるよね、毎週。そうだと思います、はい、絶対。どうなんだろうね、俺。だから、あの先どうなるのかな、ね、あれ見たいですよね、あの先が、ね、どうなるんだろうとは思いますけど、どうなんだろうとは思うけどね。希望的予想で ね終わってますけど、はい、あれ一緒に住んでる3人もちょっとあのドラマ影響を受けて、下手したらカフェやるかもしれない。そうだ、どっちが先だか寄せてくるんですね。その寄せてく可能性ありますよね。今ここまでは合ってるわけだから。そうだよな、まあ、シェアハウスまでは。いやだ、すごいね、偶然とはいえね。矢崎宏美さんがもうシンデレラハネムーンをコロッケさんがやるから歌わなくなるみたいな。いやいやいや、それは関係ないです。分かんないけど、そんな例えじゃないと思う、それは。あ、すごいな、リアルなところもありつつ、だ結構みんな、なんかこんな、うん、ちょっとファンタジー的なことがあるんだろうなっていう人もいたんですけど、割とリアルだったんですよ、リアルドラマ時代が。そうなんですよ。僕ずっ
っと続ける、これいつまでやるとか決めてないんだろ。あ、そうですね、まあ、それ、バスツアーですか。あ、まあ、年一で今のところは生きてる、はい、やってますけどね。一生やる。そんな何も決めてないですよ。そんなに詰めてない、そうですよ。太田さんが来るまではやりますよ、じゃあ。はい、全部お願いします。いいですよ。はい、じゃないでさ、ランキングは以上でございました。さあ、この後は競馬コーナーです。田中裕二のサンデー競馬小僧。さあ、ここから競馬の時間です。一緒に予想するのはエレキコミックの安井君と今立君です。よろしくお願いします。はい、競馬関係者がバスツアーに参加したこととかありますか？競馬関係は、競馬関係者は一人、同級生が競馬関係者で、ね、ああ確かに、 なりますね。そうね、ちょっとバスツアーに参加は、まあ、うん、まあ馬に乗ってる方だよ、何年どっちか、関係者だから別にいいんですよ、騎手とかに限らず。ね、競馬とかは2人はそんなにやらない、やらない、はい、うん、全くですね、ね、はい。さあ、それではエリカ様お願いします。はい、サンデー競馬小僧はリスナーが電話で参加する企画です。スタジオにいるメンバーのレース予想から一つを選んで、その予想が当たれば賞金プレゼントします。指名できるのはごく稀にすごい金額が当たる田中の予想、はい、確率的にはそこそこ当たる太田の予想、はい、賞金は安い代わりに結構当たる山本の予想、うん、ゲストの芸人が自由に選ぶエレキコミックの芸人予想です。選んだ予想が当たれば賞金ゲット。外れた場合は馬券に全員のサインを入れてプレゼントします。賞金はキャリーオーバー制です。現在田中さんに9,700円、はい、太田さんに11,500円、キャリーオーバーがありますね。はい、今週中継するレースは福島競馬場で行われる G3 七夕賞です。田中さん、これはどんなレースでしょうか？はい、七夕賞は3歳以上の馬たちの 2000m の芝のレースです。ハンデ戦ということもあるね、結構荒れることもよくありますのでね、うん、はい、うん、今年も人気は割れて混戦模様でございます。はい、今日の出場者は庭で息子たちを水遊びさせるためのビニールプールが欲しいという東京都の原優香さんです。もしもし、こんにちは。あ、こんにちは。なんでビニールプールが欲しいんですか？なんでビニールプール、慌てすぎだろ。夏なので。あ、夏なのでね、はい、暑いからね。子供何人ぐらいいるんですか？あ、2人です。あ、2人だったらじゃあ結構小さめのビニールプール。ビニールプール言えなさすぎだろ。苦手ですね、ビニールプール、うん、泳げますか？あ、泳げないんですけれども、足つけるぐらいで、はい。あの、ゆうかさんは？私は少し泳げます。何メートルぐらい？何メートルって？50メートルぐらいです。50メートルだとね、ちょっと。なんで、ダメなのかよ。親だし別にいいだろ。庭のビニールプールで、ちゃくちゃく水遊びするレベルなんだから。ないですから。何ターンするんですか？いくらぐらいするの、ビニールプールって。ああ、確かに。5000円ぐらいのを考えてます。ああ、5000円ぐらいで買えるんだ。いいですね。うん。だから今やっぱりそうだね。結構豪華なのもあるんだろう。まあ多分高いのって言ったらそれはいっぱいある。ある、ビール。うちないですね。買えよ、なんで買えよ、 買えよっていいじゃねえか。子供たちは泳ぎたくてしょうがないんだ。あ、そうですね。おいくつぐらいですか？あ、0歳と5歳です。0歳でもそう泳ぎたいとか言い出しちゃって。行ってないと思う。行ってない。まだ行ってるし、0歳だからね。5歳の方がやっぱね。で、将来水泳選手になっていいね。はい。小田さん、そんな本格的に水泳とか考えてないと思う。だとしたら足りないですよね。ね。ね。はい。そうだね。じゃあちょっとそのビニールプールが買えるようにね、うん、我々予想しますので、その予想を聞いててください。はい、あ、では、まずは田中の予想からいきたいんですけど、ね、うん、田中はだって当てます、ね、当てますよ。七夕賞ですね。予想嫌ですね。はい、予想嫌ではないですけど、ね、顔が変わるもんね。僕は14番の帝王ソラネルという馬からいきたいんですけども、うん、七夕の歌あるじゃないですか。さあさあのはさあのきばに揺れる ね、はい、ね、大下まきらきら金銀砂子ね、この帝王ソラネルの、お父さん、シルバーステート、シルバー、金ね、はい。で、お母さん、シルバー、銀だよ。銀ね。で、お母さんのお父さんが、キングヘイロ、金が入ってる、はい。金、銀が入ってるんですよ。ね。で、この帝王ソラネルのオーナーさんが、小笹さんっていう、笹の葉。笹の葉の、小さい笹の葉、はいはい。ね。で、この騎手の三浦康生の奥さん、星野明です。お星。星。
だもう全部入ってるから。ああ、七夕用。しかも7枠ですよ。あら !7 枠。すごい。うわ、すごい。なのでこの帝王ソラネルはきっと来ます。お。で、相手はですね、フェイングロッテン。はい。これは福島競馬場で重賞も勝ってたりしますしね、大きなレースではちょっと大敗することもあるんですけども、かなり上位にいつも来てるんで、合ってると思います。11番14番の馬で2番人気5番人気の組み合わせ 26.8 倍、キャリーオーバーと合わせると36,500円。いや、すごい、いいプール買えますよ。これは買えます。プールにいくつも買えるね、いくつもとじゃないですけど、うん、じゃあ太田さんお願いします。僕は3番のバトルボーンですね。はい、うん、僕の得意技がまあバトルボーンなんですけど。何ですか技なん、バトルボーンって何の技ですか。今出したら大変なことになる。しませんけど。バトルボーン、バトルボーン、大惨事です、これ。大惨事になりますから、はい、出せませんけど。これデビュー以来ですね、一回デビュー戦で負けたんですけど、あとはもう4連勝。え、はい。まだ、硬いですね。はい。硬いです。ほぼ負けたことがない馬ですね。現在1番人気。ほら。はい。4.7 倍、キャリオワーと合わせると 16,200円。まあ、これは現実的に一番いいと思う。はい、これは当たりそう。エリカ様。はい、私は副賞1番エヒトです。はい、エヒトいいね。去年の七夕賞で勝ってるので、はい、今年もやってくれるかしら。そうですね、去年勝ってるんですけどもね、はい、今年は3番にこれの副賞でいいんですね。はい、副賞です。はい、ただね、去年勝った時はね、54キロのハンデで出れたんですけども、うん、今年はね、4キロ多い、58キロっていうところで、うん、本当だったら1番人気でもいいぐらいにして、が3番人気になってます、ね。あ、じゃあ、美味しいってことですか、うん、そうですね。うん、はい。3着目で入れば 2.1 倍から 2.6 倍。もしこれが当たると2100円から2600円でございます。なるほど。さあ、では。エリックコミックの二人、はい。今回は、私、今立ちが、予想したんですけど、一応僕がそんなに競馬知らないんで、うん、妻に聞いたところ、はい、妻がなぜか今年から占い師になったんですよ。え、どういうことだよ、お前。急になんか、ネット界隈で占いを。チケッターズ、飯田の影響。わからないですよ。なんかいろんなことやってるんですよ。いろんなことやってるんですよ。うん、もう、定かじゃないですよ、仕事が。やってる仕事も。はい、で聞いたところですね、1番と11番と14番がいいんじゃないかってことだったんですけど、うん、ちょっと皆様とちょっと被ってしまったんで。そうですね、1番、11番、14番。そうなんですよ、はい、1番がやっぱですね、運勢的には一番良くて、エヒトいいみたいです、はいはい、性格的には他の馬のつま先めっちゃ見まくりなので、こうそうすと思うとよくわからないタイプで。わかんない、占いが出てた。馬ってつま先見たらいいんですか。いや、全然知らない。知らないですよね。わかんないです。僕もわからないんですけども、ですね、今回はですね、僕らの単独ライブが、はい、アユというタイトルで今度やるんですけども、ね、はい、ちょっとアユにちなんだ名前あるかなと思ったんですけど、なかなかなかったんですが、うん、一番近いんじゃないか川魚にということで、ククナという名前があったんで、なんとなく、なんとなく川魚っぽい。どういうこと。いや、イワナとか、いればいいんですけど、うん、ククナ。さあ、ククナ、こちら4番、ククナ、単勝で、行かせていただきます。はい、現在9番人気、うん。これが1着に来たら 17.3 倍。まあ、あるよ、これ。17,300円。はい。ああ、いいじゃないですか。いいですよね。さあ、原さん。はい。どうしましょう。じゃあ、太田さんでも。おい、行きましょう。一番人気だし、バトルボーン。一緒に泳ごうぜ。ね、いいですよ。これで、もし来たら1万6千円ぐらいになりそうですよ。いい。はい。よし、頑張りましょう。さあ、それでは競馬場を呼んでみましょう。清原さん。はい、どうも、こんにちは。こんにちは。競馬場でございます。うん、福島ね、今日もね、天気は、朝ちょっと雨降ったんですけれども、いいお天気になりました。馬場状態は良ですね。先週今週とね、雨もあんまり降ってなくてね、非常にいい馬場状態で福島を行われますね。うん、3番のバトルボーンですけれども、488キロ体重、馬体重でマイナス2キロですね。うん、先ほどもありましたが、4連勝中、はい、負けたのが、ダノンベルーガ。ダノンベルーガだからね。ね。強い馬ですからね。ただ1頭なんですけど、うん、はい、まあでもね、その後ね、出世がちょっと遅れまして、4連勝ですけれども、重賞初めてということで、うん、まあ、ここのあたりがポイントになるかなと、ね、あとはその福島競馬場の小回りというところも、まあ、克服できるかなというところですけれども、うん、これも前の方行きそうですね。そうですね、前に行ってという馬、うん、比較的前に行きたい馬が多いのかな。帝王ソラネルもね、田中さんの帝王ソラネルもどちらかというと前に行きたいかなという、ね、ペングロッテンも、うん、そうですね、ペングロッテンも含めて、ね、ですからどういうペースになるかというのがね、一つポイントになりそうだなというふうに思いますけれどもね。あとはそのエヒトも、これもね、海外帰りなんですよね。前走、その去年の七夕賞を勝った後、重賞でいいレースをしてサウジアラビアに
挑戦したんですよね、うん、まあ、これもまずまずのレースだったんですけれども7着ということで、それ以来という競争になりますね、うん、力をつけてると思いますんで、非常にこの1番のエヒトも、期待が持てるかなというふうに思います、うん、人気がとにかく1番人気が 4.5 倍なので、うん、バトルボーン、うん、荒れてます。2番人気がフェーングロッテンの 5.6 倍、うん、で3番人気はセーンハーデス、でテオソラネルは5番人気というところになっています、ですからね、何が勝ってもおかしくないというハンデ戦、ね、いやいよいよ、はい、ファンファーレになりました。どうぞお願いします。初のスタートということになります。さあ七夕賞、まあ、この福島開催のメインということになります。まあ、東北のファンの皆さんも今年は、たくさんのファンが福島に詰めかけています。まあ、コロナが明けましてたくさんのお客さんが福島競馬場を待ちに待ったという七夕賞を迎えます。年に一度の七夕賞、さあ16頭ハンデ戦ということで、まあ、毎年荒れる重賞というふうに言われている七夕賞です。人気はバトルボーンですが初めての重賞挑戦、テオソラネルも重賞は初めて、この馬たちが人気を集めています。重賞の常連どころという意味では去年勝ったエヒト、それからフェーングロッテン、去年のこの福島のラジオ日経賞に勝ちました。今ちょっとガロアクリークがゲートインを嫌がっています。小回りの福島競馬場、ちょうど1コーナーの端っこ、直線の入り口の端にゲートがあります。2000メーターのスタート地点です。ガロアクリークがちょっとゲートイン嫌がっています。ガロアクリークと言いますと、4歳児3歳児にはスプリングステークスも勝った馬です。一旦ガロアクリーク後ろへ下げられましたか、今入りましたね。その馬たち、その他の馬たち、あと3頭4頭です。グランオフィシエが向かいます。小馬たち、3歳以上の馬たち、比較的ゲートインはガロアクリーク以外は順調です。田中さん推奨のテオソラネル4連勝で重賞初制覇なるか。一番最後シフルマン、足毛の馬体が今向かいます。さあ59回目福島名物七夕賞体制完了、ゲート開いてスタートしました。ちょっとエヒトは寄れましたが大丈夫です。最内エヒトはどういうレースを見せるか。田中勝治このレース3勝しています。タッチは今やや外目に持ち出そうという体勢でしょうか。1番のエヒトです。真ん中からは、さあ田中さん推奨のテオソラネル上がっていきました。セインハーデスも前に行こうとしています。ちょっと先段と後ろ、前と後ろで2つ分かれるような体勢になっているでしょうか。バトルボーン、さあバトルボーン行きました。テオソラネルをかわしているうちからバトルボーンが先頭です。さあ太田さんのバトルボーン、黒い帽子、そして黒地に赤いバッテン、バトルボーンがこのまま押し切ればこのままリスナーさん当たりということになりますが、3番のバトルボーンが2馬身3馬身のリードを取りました。向こう上面にテオーソラネル、内側にはククナがいます。ククナ3番手、その外テセウンハーデス、内側に7番のトーラスジェミニー、シフルマンが外にいて内側にはホーエミーズ、それから12番の湘南マグマです。今日は前に行きません。1分0秒7、そうですね、平均ペースと言っていいでしょう。その外にはレッドランメルと、内側にエヒトです。エヒト中段に控えています。8番のガロアクリーク、その外にはペイングロッテンはこの中段の後ろ、ヒンドゥタイムズ、そして10番のグランオフィシエ、その外を通ってはサンレーポケット、この辺りが後ろの集団です。最高峰カレン・ルシェルブル、ハイコン馬群は3コーナーのカーブです。3番のバトルボーン、前に行って津村騎手、このまま押し切れるかどうか。2番手はテオーソラネル、外からはセインハーレスが上がってきた。先頭4コーナー残り400を通過、先頭黒い帽子、バトルボーンが先頭で直線に向いてまいりました。押し切れるかどうか。先頭はバトルボーンだ、バトルボーン先頭、まだ先頭だ、1馬身のリードがあります。真ん中からはセインハーレス上がってくる、200を通過している。先頭はここでセインハーレスに変わるか。まだ3番頑張っている、バトルボーン頑張っているが、先頭はセインハーレスに変わった、変わった、かわされてしまった。セインハーレス1着でゴールイン。あと100メートルでしたが、バトルボーン逃げ切ることはできませんでした。勝ったのはセイウンハーデス、三幸秀明、実力馬、外からかわして、これでプリンシパルステークス以来という競争になりました。
勝利になりました。スタジオさんどうぞ。いやー、わー、もしい福永2着っぽいですね。あ、そうですか。いや、来ましたね。福永来た。バトルボーンでいけるかと思ったんだ、ねね、最後直線向いて、はい、1着が15番で2着内からククナ、内からスルッと来ましたね。3着にホーエミーズ、これが2着からですよ、この2頭で。4着かな、バトルボーン、惜しかったですね。いやー、いいと残るとこ 50m ぐらいまで先頭でしたね。そうですね、惜しかった。はい、清原さん、はい、ありがとうございました。はい、原さん、はい、ごめんね、惜しかった。ちょっとね、情けなかったね。惜しかったね。惜しい。あ、そうですね。バトルボーンね。もう最後。どうですか、そのプールはどうしましょうかね。お風呂場で水浴びてます。まあね。気持ちいいですよね。はい。あの、全員のサインを外れ馬券に書いてお送りしますので。ごめんなさいね。はい。楽しい夏を過ごしてください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。サンデー競馬こそでは、競馬にチャレンジしたい、電話で参加してくれる出場者募集中です。母校が甲子園に行きそうな勢いですとか、子供がヘラクレスオオカブトの観察日記を書きたいと言っているという方、ぜひ参加してください。出場希望の方はお所、お名前、年齢と賞金が当たった時の使い道、そして必ず電話番号を添えて送ってください。メールの場合は番組メールアドレス日曜アットマーク tbs.co.jp まで。はがきの場合は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデー、サンデー競馬小僧の係。馬券を使った企画のため20歳未満の方は参加できません。以上、サンデー競馬小僧でした。そしてここでエレキコミックのお二人からライブの、はい、ありがとうございます、ね。はい、我々エレキコミック第33回の発表会、あゆというタイトルでやらせていただきます。はい、新作コントライブですね。そうです。7月の21日から23日まで下北沢の本田劇場で、本田劇場、はい、やらせていただきます。チケットの方は E プラスで発売中で、千秋楽の会は配信チケットもありますので、ちょっと遠くて見れないという方もぜひこちらで、うん、オールコントね、はい、オール新作コントで、アフタートークも全部ありましてね。はい、21が銀杏ボーイズ峯田和之、そして22の昼がゲッターズイタ、はい、で18日はまだ未定なんですが、うん、最終日は都市ボーイズ怪談をね、やる、はい、なるほど、いろいろある、はい、あるんだ。そうなんですよ、顔広いからね、うん、そうなんです、そうなんです。ぜひまだ今見てるとこ爆笑さんぜひ入ってください。あ、ぜひぜひ、ね、ぜひね、何が伊勢なんだ、川田も連れてけよ。伊勢さんはそんなにスケジュール空いてますか。ね、ガラガラです。はい、ということで今日のランキングナビゲーター、エレキコミックの安井君、今田君でした。ありがとうございました。ディスカウントストアビッグ A、 ビッグ A とアコレの夏が来た。えりすぐりの人気アイスや飲み物がお買い得価格で販売中。お買い物はビッグ A、 アコレ。皆様のご来店を心よりお待ちしております。ここでエアウィーヴからのお知らせです。フィギュアスケーターの浅田真央さんや歌舞伎俳優の坂東玉三郎さんなど多くの著名人たちが愛用しているエアウィーヴ、適度な反発力で全身をしっかり支えるため肩や腰に優しく、寝返りがしやすいので朝までぐっすり眠れます。さらに通気性がよく蒸れにくく気持ちいい寝心地、万が一汚れても中まで洗えるのでずっと清潔。その特徴から心のこもったおもてなしで人気の石川県和倉温泉加賀屋の全室にエアウィーヴは採用されています。その他にも箱根の富士屋ホテルや翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都にも採用されていますよ。さまざまな旅館ホテルからおもてなしの一つとして選ばれるエアウィーヴ、皆さんもエアウィーヴ採用ホテルで寝心地を試してみてはいかがでしょうか。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。園子水泳選手、はい、お伝えします。どうぞ。東名高速の上りは綾瀬スマートインターで9キロを30分、
中央道の上り小仏トンネルでは15キロ50分、関越道上り高坂サービスエリアは15キロ30分、栃木県内の北関東自動車道の東行きは足利インターと佐野田沼インターの間、事故のため通行止めです。足利の出口で2キロ渋滞しています。京葉道路は上り貝塚付近、追い越し車線で事故の処理が続いて9キロ1時間10分、千葉東金道路上り千葉東ジャンクションは3キロ15分、東京湾アクアラインの上りアクアトンネル内、追い越し車線で事故の処理が続いています。連絡道へと伸びて合わせて10キロ、通過には1時間40分です。首都高速道路川口線の上りは江北ジャンクション付近、右車線で事故のため3キロ間、通過に30分かかっています。警視庁から以上です。警視庁と桜井園子さんでした。お見事。次の交通情報はこの後4時26分頃お伝えします。 TBS ラジオ主催伊藤蘭 50th アニバーサリーツアースターテッドフロムキャンディーズ。キャンディーズとしてスタートした伊藤蘭がデビュー50周年、最新アルバムの楽曲とともにキャンディーズナンバー満載、9月2日東京国際フォーラムで開催。詳しくは TBS ラジオイベント情報まで。さあちょっと一服です。今日のテーマはゲームにまつわる話。ラジオネーム休日出勤、埼玉県入間郡45歳の男性です。子供の頃、親が厳しくゲーム機を買ってもらわなかった我が家、当時同級生がみんなプレイしていたスーパーマリオブラザーズが、したくてしたくてどうしようもなかった私、仕方なく親の車に乗っている時に窓の外を流れる風景をゲーム画面に見立てて、そこに架空のマリオを走らせて、すごいな、すごい想像力だ。今でも窓の外を指で なぞるよその子供を見ると、あ、空想マリオやってるかと思ってしまいます。多分やってないわ。すごいね、子供のそういう想像力はすごいよね。いやでもね、制限されるからこそここまで想像が膨らむっていう発想力ですよ ね、 いいですよね。なんかの役に立ってるかも、テトリスやりすぎると何でもはめたくなんか風景とか ねなんかはめたくなるみたいな、あるよね。でそのテトリスに関するメールですよ、はい、千葉県印旛郡50歳女性の方、ラブリー明太子さんです。ラブリー明太子、テトリスが好きです、しかしだんだんスピードが速くなっていくの、速くなってくるのが嫌です。いやってましょう、そういうゲームなの、終わんないんだよ、それがなきゃしょうがない。ずーっとゆっくりだったら何にも面白くない。ただ私的には点数とか関係なく、ゆっくり長くブロックを積んで作業をやりたかった、一気に崩して楽しみたいんです。わかる、その気持ち。そういうモードも作っても、あ、まあね、ねえ、いいかもしれないですけどね。さあではちょっとここで、七夕賞結果ハイライト出品です。1着15番セイウンハーデス、2着4番ククラ、3着2番ホーエミズ、単勝15番520円、馬連4番15番6510円、馬単15番4番1万90円、3連複2番4番15番で75570円、3連単15番4番2番274320円です。このレースの結果は必ず JRA 発表のものを確認してください。以上、七夕賞の結果でした。さあもう一つ、もう一つ、はい、足立区34歳男性、ラジオネームガイルズゴーマ、ガイルズゴーマ、高校生の時戦国無双という戦国武将になって大量の敵と戦うゲームがありましたが、そこでゲームをしながら戦国時代を学び、学校の日本史の成績が少し上がり、また興味のなかった大河ドラマを見始めました、私が歴史好きになれたのも、そのゲームのおかげです。あ、多いですよね、こういう影響も、ね、信長の野望とか、ね、はい、ね、さあこの後はサンデー中継くんですけど、今大人気のハリーポッターの施設からです。高価買取のバイク王は感激2倍、ウェブの簡単査定で査定額に感激、そして買取申し込みの際ラジオと答えて 126cc 以上のバイクを売るともらえる1万円の商品券に感激、感激2倍。ゴーバイクオー。アイドルオタクの前田と恋愛シミュレーションゲームオタクの大山が
教えの愛を語り尽くすオタクキュレーションバラエティ N93 からたちの最果ての先生。 TBS ラジオの地上波枠を目指しポッドキャストで配信中。ぜひお聞きください。ねえねえ、食べログアプリって知ってる？近くの空いているお店が簡単に探せて、その場で予約もできちゃうの。え？私も食べログアプリダウンロードしよっと。4時です。爆笑問題の日曜サンデー。どうもカレーマン、よろしくお願いします。他の、あ、何、そっちとは絡まないようにちょっと呼んでよカレーマン。無理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 。誰かに好かれてるっていうのが自分のステータスみたいに感じてんだよ。お前なんかちょっといけすかないやつだなお前。サンデー中継くん。さあ、ここからの時間はサンデー中継くんです、うん、話題の場所、気になる場所に日曜サンデーが出張して現地でインタビュー、太田さんに聞いてほしい話、お悩み伺います。今日のリポーターは中継くん初登場、フリーアナウンサーの寺田千尋さんでございます。アナウンサー、タレントの他に気象予報士の資格も取得しているマルチなお方ですね。TBS だと王様のブランチのリポーターを長年担当なさっていて、他局ですとニュースエブリィのキャスターなどでおなじみというところでございます。今手元にねお写真プロフィールが来ましたけれども、結構いろんな番組でね防災士とか、防災士の資格を持ってらっしゃる、資格持ってる人いるね。本当に声優能力検定とかっていうのがあるんですね。ね、初めて聞きましたよね。いろんな才能をお持ちということで、今日の中継場所は豊島園跡地にオープンしたワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターからの中継です。今とっても話題になってますね、うん、この中継くんのハリーポッター担当は今までホカノンだったわけですが、まあ、大して詳しくないことが分かったので、あんまり詳しくなかったんで、はい、今回はガチのマニアという寺田さん、はい、この方にお願いをいたしました、では太田さんいる場所はもう分かっていますけれども、いつもの呼びかけお願いします。どこだ。皆さんはじめまして、寺田千尋です。私は今先月16日にオープンしたばかりのワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターに来ております。こちらはですね、映画ハリーポッターやファンタスティックビーストシリーズの制作の裏側を実際に体験できるというファンにはたまらない施設になっております。爆笑問題さん、山本アナ、よろしくお願いいたします。はい、このきっちりしてるね、さすがフリーアナウンサー、ちゃんとしてる。すいません、硬かったですか。他のとは大違いだね、なんとかその最初にもう他のとは私は違うんだってところを見せつけようっていう。そんなことはないですよ。そのブランチとかでも、はい、じゃあ結構あの取材とかいっぱいやってんの。あ、そうですね、ブランチは20代の時に丸5年担当させていただいたので。あ、もうやめちゃったな。今60代でしたっけ。そんなんじゃないなかなかよ。もうちょっと若いです、ちょっと若いのね。あ、そうなんだ、でちょっと私があのハリーポッター大好きということで今日こちらに呼んでいただいたんですよ、うん、はい、ハリーポッターは、はい、じゃあもう今日初めて来たってこと。あ、そうです、こちらの施設には今日初めてお邪魔させていただいて。本当に嬉しい。嬉しい ね、 ね、本当にもちょっとあの5分前くらいまで見てまして、うん、14時半に来てぐるっと回ったんですけど、うん、見切れないくらい盛りだくさんなんですよ。10時半、すごい早い時間から14時半です。かれこれ6時間近く。え、じゃあほとんど遊んでんだ。14時半です。14時半か。14時、あ、14時か、びっくりした俺。ちょっとテンションが上がりすぎて、10時半から遊んでんのかと思ってた。遊んでません。14時半ね。しっかり取材券、はい、楽しませていただいたんですけど。俺は魔法学校出身なんだよ。え、俺魔法学校出身なんだよ。え、ずるい、いいな。そうなんですか。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいよ、寺田さん。はいはい、変な乗っかり方しない。羨ましいなと思って。羨ましいでしょ。え、はい、生き方教えられないんだけどね、あれ。え、ホグワーツ特急じゃないんですか。だけどいつさ、はい、出てくるかとかさ、
あ、でも夏が終わって、夏休み明けにはみんなホグワーツ特急に乗って行くので学校選ばれた人ね。寺田さん、そのハリーポッターに関する知識が多分全然追いついてないんで、太田さん、いや分かってます、分かってます、分かってますか、あの特急16番ホームに出てくる、違います、9と4分の3です全然違う、9と4分の3ね、あのホームの途中でね、はい、フラッとね、そのホグワーツ特急もちゃんとあったんですね。あるんだよね。そうなんです。すごく立派で、うん、実際にイギリスで使われていた蒸気機関車を持ってきたということで。本物の？なんだ。はい。ね、そうなんです。じゃあ行けんの？ええ、魔法の国行ける？気分は行けます。気分か。はい。みんな心の中では。はい、でもさ、当然さ、USJ とかはもう何度も行ってるでしょ？はい、あ、USJ もはい、もちろん行ったことあります。やっぱそこのね、ハリーポッターエリアと比べてどうですか？やっぱりもっと大きい。そうですね。まずホグワーツ特急で言うと、USJ よりももっとサイズが長くって本格的、うん、で、しかもその特急の列車の中に乗り込むことができるんですよ。で、1年生時代のハリーやロン。はい。ああ、1年生の時な。そう、可愛かったですよね。小さかったよ、なんてことは。はい。うん、そうなんで、そのキャラクターのこう、うん、学年を追うごとの姿っていうのも特急の列車の中で見ることができて、でも俺3年生の時は好きなんだよね。え、なんでですか？アズカバンの囚人の時、あの回泣けますよね。でー、いやもういっぱいいっぱいだと思います。名付け親のシリウスが、いっぱいいっぱい、自分で3年生って適当に言ってくれた、はい、そうですか。ドンピシャでいい回だったんで、ちょっと引いてしまいました。いい回だったよね、あれね。はい、囚人が泣くやつな。でも予想をはるかに上回る寺田さんの知識なんだ。はい、そうですね。ガチ勢ガチ勢だから。ガチ勢ではありますが。寺田さん、どれくらいお好きなんですか？はい、昔、子供の頃に本が発売された当時は3週ずつくらいは読みまして、はい、まあ、最近は映画を5回ずつくらいで。5回ずつ見てんの？え、皆さん多分それくらい見てるんじゃないですか ね。カウントしてないだけで。そう、5回見たら、なんか、はい、全部同じ内容ですか？もちろんそうですけど。呆れるのやめてください。さっきまで付き合ったのに。いや、本当だ。TBS のところにも舞台やってるじゃないですか。赤坂でさ。赤坂。そう、あれまだチケット取れてなくて見てないんですけど。結構人気ですからね。取れないですよね。でもなんか王様のブランチとかだったらね、はい、行けそうな気がするけど、ね。ああ、裏使ってさ。だいぶ前に卒業しちゃったんで。だいぶ前に卒業しちゃった。裏も使えないかもです。はい、今やってたらね、きっとね。ね、出てたかもしれないね。はい、やっぱりこう呪文もいろんなの出てくるの皆さんご存知ですか？もちろんもちろん。それエクスペクトパトローナムご存知ですか？エクスペクトは、あんま使わない方がいいと思うよ。いやいや、これ大事ですよ。守護霊を出す呪文でして、でしょ、この呪文をこの施設の中で、うん、スタジオツアー東京の中でかけることができるんです。本当？どういうこと？杖を振ってエクスペクトパトローナームって言うと、うん、自分の守護霊がふわーっと出てくるんですよ。本当に？それでディメンターという敵を倒すことができるんです。まずいよそれは。いやいや、もうディメンターやばいので。やばい、やばいけど寺田さんもやばい感じになってる。本当ですか？すいません。守護霊が出るって何よ。その背後からわって出てくるの？寺田ちゃんの守護霊出たんじゃん。その杖の先からこう、うん、なんていうんですかね、シルバーの温かい光として、うん、動物の形として守護霊が現れるんですね、うんうん、寺田さんはやったらどんな守護霊が出てきた？私はウサギでした。あら、かわいい。あら、かわいい。あら、かわいい。ウサギ。他に犬を出してる方とかもいましたし、うん、ハリーの守護霊はおじかです。おじか、はい、やはり、そうですね、ドド君だ、鹿。ドド君、おじかはですね、この入り口とか豊島園駅にも飾られているので、ドド君映画見ないから。映画見ないんだ。作り話あんまり好きじゃない。作り話って一言で言わないで。作り話じゃないです。そうなんですよ。架空の話でしょ。架空じゃないですよ、もう。とてもリアルなのでぜひ体験してほしいですね。杖を振ってほしいです。せいぜい楽しんでください。なんだ急に力出すんじゃないよ。冷たいですよ。いやでもすごい施設なんだなっていうのは伝わってきましたね。テンションの高さがすごい。でも寺田さん、今日なんて、はい、ね、日曜日ですごい混んでるじゃない、いっぱいいない人が。そうなんです。 ものすごくにぎわっていまして、その時間制で皆さん30分おきで時間指定で入場はされているんですけども、中混んでます。
年齢だったんだもんな、ね、そうなんです。いろんな層の方いらっしゃいまして、うん、ベビーカーをしてるお母さんもいますし、カップルで来てる方、家族で来てる方、老若男女、超問わず買っちゃいました、はい、混んでまして、皆さんこうローブを着たりとか、あ、組み分け帽子かぶってる方もいましたし、暑いね、はい、着てたらな、ね、ちなみに私もあのグリフィンドール寮のカチューシャつけてます。カチューシャ、あ、いいな、はい、あるんですか、ね、そうなんですよ、赤とゴールドのハイストライプになってまして、うん、かわいいんです。これも、いや、いっぱいじゃ買い物しちゃいそうだね。そうですね、この後ちょっとゆっくりさせていただけたらなと思っております。いや、もう思う存分楽しんで、いや、もう楽しんでくださいよ。ありがとうございます、ね、うん、ではですね、私よりもさらに詳しい方ということで、うん、こちらの施設のインタラクタリーダー安藤のぞみさんにお越しいただいてます。お話伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします一瞬でモノマネするな。ありがとうございます。ありがとうございます安藤さん、にぎわってますよね、本当に。そうなんです、うん、もう本当にあの日に日に多くの方ご来場いただいておりまして、うん、3分の1ほどは外国圏からのお客様も多くいらしてくださってるかなと、はい、思います。どんですか、外国の方。やっぱりイギリスとか多いですよね。あ、でもイギリスの方もいらっしゃると思います。あの、うん、英語圏の方と中国語圏の方が、はい、うん、はい、より多いかなというふうに感じております。今ちょうど夏休みなんですね、外国の方も、はい、なので、うん、お子様を連れたご家族連れの方もたくさんいらっしゃってます。そりゃそうだ ね、 うね、デートのカップルとかもいますか、うん、いらっしゃいますよ ね、 すよ ね、 そね、魔法で結ばれちゃったりするんだろうね、きっと。最高ですね。最高だよ ね、 ね、魔法が解けませんように。素敵素敵、そんなこと言ってくれる人がいいですね。最高ですね。最高だねまたこれ真似されてますか、もしかして、でもやっぱり よくそういう意味じゃあれだよね、豊島園のあれ変えてよかったね。まあそうね。でもあのあれですよ、豊島園の頃の良さ、自然の多さとか、うん、そういったところは残したり、もともとあったアジサイなども残して大切なところが。アジサイもね、大事よ。そうなんです。ね、そのままにして、新たな楽しみも、アフリカ館とかもないんでしょ。そうですね。アフリカ館なんかない。そうですね。アフリカ館とかミステリーゾーンとか大好きだったんだけど。それもいいですね。ちょっとそこもまた、はい、新しいところでちょっと楽しんでもらえたら嬉しいです。まあね。ね、ありがとうございます。もうでも世界的な人気映画シリーズだ。世界から来るもんな。イギリスにもすでに施設があって、2番目が日本なんです。ですよ ね、 ね、そうか、そうです、それがすごい選ばれたっていうのがすごく嬉しい。本場よりもっとでかいし、ね、施設とかもあるんでしょ。その日本にしかない施設もありますね。そうなんです。特にあのファンタスティックビーストシリーズですとかは、うんうんうん、イギリスはその映画始まる前に建てていたので、日本でのみ見られる場所がたくさんあります。へえ、じゃあ貴重だから、もうイギリスからもそれを見たくて来る人もいっぱいいるんだろうね、はい、きっと、ね、はい、いらっしゃいます、うん、先日もちょうどあのいらっしゃっていて、イギリスからのお客様とお話しした時に、うん、これはイギリスのところにはなかったわと、うんうん、そうなんです。なんでたまた新たな楽しみというのも見つけていただいているのかなと思います。ラドクリフとかも来たらびっくりするんだろうな、はい、びっくりするかもしれません ね、 ね、 そうですね、結構来てるのかな、ラドクリフ。あ、でもあのまだお越しになられてないかなと思うんですが、以前インタビューで、うん、日本のファンは世界一だって言ってくれてたりしたこともあったので、ぜひね、お越しいただきたいですね。バリバリのリップサービスだけどね。本当ですよ。適当なこと言いやがって、あの野郎も。あの野郎も。やっぱり、日本の方結構コスチュームを楽しまれてたりもするので、そういったところが、はい、ラドクリフさんにも刺さったその時のインタビューではおっしゃってました。本当に大人気っていうことで、ね、チケットの購入なんですけど、はい、早くて9月になってしまうんです。あ、もう、そんな先まで、もしかしたら。夏休みは全部。全滅だ。そう、あの、はい、もしかしたら、ただあの、システムの何か調整ですとかで、出ている可能性もゼロではないかもしれないんですが、うんうん、今本当にこう、多くの皆さんにお越しいただいている状況でございます。うはうはってことだよね。うはうはってことだよね。皆さんの笑顔がね、はい、溢れてますよね。本当ですよね。ありがとうございます。何時間でもいられますよね。止まらないですね、喋りが。喋んね、しかし。本当に、口から生まれちゃいました。本当にお話がお上手で。早口、二人で早口、すごいね、スピードがね。いいですか、ね、ありがとうございます。ゆっくりしましょう。なんかそのお悩みとかあるんですか。
あ、お悩みいいですか？なさそうだよね、どうかな。ありますよ。そんなのんきな人間ではないですね。のんきな人間とは言ってないけどさ。お悩みは楽しそうじゃない、だって。寺田さんのお悩みですか？ね、あ、そうです、そうです。私が初めましてなので、はいはい、今回私のお悩みを。寺田さんのお悩みね。寺田さんのお悩み。すみません、あのさんじゃなくて。はい、いやいや、いいんですよ。何の悩み？私のお悩みはですね、うん、ちょっと写真が苦手で。写真が苦手？写真写りがすごく悪いんですよ。だって今写真あるけど、すごい綺麗に写ってるよ。優しいですね、ありがとうございます。いやいやいや、でも本人的には実物もっといいわよって思ってるのかもしれない。そうそう、ちょっと思ってます。ね、これは私の真の姿と思わないでねって思ってるってことね。あと、あのその潜在写真ですよね、ご覧いただいて、はい、そうそうそう、そうです、まあ、たくさん撮った中の一枚なのでまだこうあるんですけど、うんうんうん、たまにマネージャーさんがオフショットね、撮るねって言って2枚くらいパシャパシャって撮ったのをインスタに載せるんですよ、うん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 、もうそれがもう本当にブス。そんなことはないよ。そんなことない。そうしたらそんなこと言ったら本当のブスが怒っちゃう。本当のブスとか言うな。やめてやめて、ルッキズムルッキズムよ、やめて。だって、寺田さんが言ったんだもんだって。でも本当に寺田さんは、いや全部今ちょうどインスタグラムの写真をパソコンでね、はい、見てるんですけど、すごく素敵ですよ。グラムはその自分でたくさん撮ってこう厳選した中で載せてるんでいけるんですけど、マネージャーが撮った写真が嫌なの、ちょっとクレームみたいになっちゃってます。うん、どうしたらこう写真に、大した悩みじゃないね。しかしこれは嫌味だね、ちょっとこの、そんなことないです。アドバイスください、ぜひお願いします。寺田さんってすいません、独身ですか、はい、結婚されてるんですか？はい、独身です。独身です、ね、ちょっとあなんか今、ね、この間が怪しかったよね。どういうこと？嘘つけないね、君。そんなことないです。どういうこと？今の間は何だった？今の間はなんかあんま深く聞かない方が良さそうな、そうですね、いろいろあったのかな、あんま深く追記しない方がいい。キャンドル純的な感じが。キャンドル純じゃない、キャンドル純的な感じ。そんなことないですけど。ねえ、なんかやっぱりだから綺麗に写りたいってことなんだ。まあ、あの職業柄やっぱりこう写真撮られることも多いので、うんうん、その時にパッと自分の決め顔で綺麗に写れたらいいかなって思うんですけど、決め顔ね、どういうことを意識されてますか、爆笑さんのお二人は。俺らはないよね、だって。俺は多少あるけどね。本当ですか？教えてください。俺は多少決め顔はあるの。田中さん。あの、まあ、笑顔的な感じ。はい。でもあんまり引きつける固まっちゃった笑顔にならないようになるべく柔らかい。で我々はふざけた顔が使われるからね。でもその柔らかい笑顔難しいですよね。そうだね、笑ってって言われると笑えないよね、なかなかね。意識しちゃって。でも逆にその作った顔がいいって言うんでしょ、はい、寺田さんは。だからその自然な笑顔を撮ってるわけでしょ、マネージャーは。でもそれが気に入らないわけでしょ。そうなりますかね。だから現実を見つめなさいよ。あなたそのマネージャーが撮った写真のそれが真実なんですよ。本当のあなたなんですよ。アプリも使わず。アプリも使わず。でも今もう加工。本当の真実。いくらでもできんじゃないの？俺よくわかんない。いやだから加工なんかしないで、そのマネージャーが。そう、マネージャーさんは加工しないで載せちゃうので。だから加工なんかしちゃダメ。ダメなんだよ、そういうんじゃ全然。そうですね。やっぱ真実を見せつけないとね。加工に慣れすぎるのは良くない、ね。良くないよね。そうですね。自分の理想がどんどん。だからやっぱほら、魔法学校でもさ、はい、変なところに魔法使っちゃダメでしょ？そうなんですか？そうだよ、魔法学校で習わなかった？あ、私実は招待されてなくて入学できてないので習えてないんですよ。ダセえ女だな、お前は。何を言ってんだよ。いやだから普通魔法使いっつうのはそういうね、うん、自分のために魔法は使わないって基本ですから、まあ、自分は真実でいなきゃ。人を助けるためにとか。そう、人のために魔法は使うものですから、ね、君は自分のために魔法を使いすぎてる。そっか、はい。だからそれハリーに。なんで説教してんだよ。ハリーに、怒られちゃいますよ。そうですね、ハリーは常に人のために命を懸けて戦ってますもんね。ハリー杉山が言ってました。ハリー杉山だったのかよ。そっちの。うん。わかりました、はい。うん。寺田さん。自然な笑顔で、はい、マネージャーさんの笑顔で、ちょっと、しばらくそれで我慢してください。我慢して、真実を。そうです、真実を受け止めて。それで好きになってくれた人が本当の。本当のファンですか。
わかりました、うん、作り物の私ではなく本当の私で、はい、挑戦します。そうですそうです、はい、自信を持ってください。もともとがいいんだから別にね、そうです、ありがとうございます、ね、あのちなみになんですけど、うん、9月からはチケット取れそうということなので、うん、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、あ、なるほどね、9月からね、はい、9月からチケット行けるそうです。はい、ということで安藤さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。安藤さん待たして今の話ずっと隣にいたり、どう立ってたのかな、向かい合わせでずっと、はい、立ってくださった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。忙しい中ね、いつも素敵な千尋さん、はい、ありがとうございます。はい、はい、では寺田さんは引き続き、はい、悩める方を探していただいていいですか。はい、わかりました。お願いします。お願いします。痛い思いをするよね、マジでね、うん、はい、続いては奈良県奈良市18歳の女性です。のりのりきのこさんです。昔友達とマリオカートをよくやっていました、うん、私の家のゲームだったので私だけどんどん腕が上がっていき友達とやると大差がついてしまうようになりました。うん、うん、ゲームが盛り上がらなくなったため、ね、仕方なく友達の投げた緑コーラや置いてあるバナナにわざと引っかかっていました、うん、あーもう余裕だそのせいで負けてしまった時にマウントを取られ、うん、なんだか腹が立ってしまい、それからは大差がつこうが関係なく本気でやりました。もうぶち切ってやったその結果ゲームは盛り上がらずみんなやらなくなってしまいました。確かにね、確かにな、持ち主がもうね、的な力が、うん、そうです、そうだよね、プレイ時間がね全然違いますからね、持ってるとね、結構ゲーム若い頃はね喧嘩っていうかさ、まあ、ゲームでね、ね、なんかちょっとカットになっちゃう時あるよね、嫌になったりなんかしてね、結構本性が出たりしますね。そう、人間性が出ますよ、ね、うん、それこそ野球ゲームなんかでもね、やっぱもうずるい変化球ばっかり投げてみたいなね、そのあったりとかね、埼玉県草加市57歳、ラジオネームお化けのロック。まだまだテレビゲームが少ない時代、うん、人生ゲームや億万長者ゲームなどのボードゲームが主流でしたよね。あ、まさにゲームね、うん、でも好きなゲームは水物のゲームでした。水物、水槽の中で空気圧の手加減により、はい、規定の穴に入れたり輪っかを通したり、あ、夏には凍らせてみたり、凍らせんのだったかな、清涼感はありました。うん、輪っかを通す、 あったね、うん、どういうことですか。うん、なんかね水が入ってて、あ、で輪っかがふわーんってあったね、これ水の勢いで踊るのよ。でそれがその輪っかがちょうどスポッて入ればいいみたいな、入ればいいっていうね、あ、あった、こう なんかねよく、どうしたこういうゲームどうしたんだろうね今今あんまり見ない、今売ってんの、ね、ああそうなんだ、あ、でも売ってはいるんですね、うん、だろうけどね、もう主流じゃないもんね、こんなのこんなのばっかりだったもん、ね、なんかちっちゃいパチンコ玉みたいなのが中に入ってて、こう角度をこうねやって、イライラするやつ。今でも旅館にたまに置いてあるんだよ。どんな旅館だよ、旅館に見たことないよ。穴にね入れようとしても、そうそうそう、なかなか入れられないっていう、ね、懐かしいな。ありましたね、ありましたね、億万長者ゲームだった、人生ゲームは、ね、あー、人生ゲームは大好きでしたね。そうですね、3年やったよね、ピヨーン、ねえ、はい、水のゲームね、うん、ではもう一つ、ラジオネームリアスウニコさん、うん、ウニだ、うん、私の好きなウニだ、赤ウニ、うん、赤ウニが食べたい、うん、はい、岩手県久能平郡54歳女性の方です。このゴミ袋にいっぱいのカードを捨てようかな、あ、社会人になった子供たちが使っていたカードがたくさん押し入れにあります。うん、遊戯王とかポケモンとか、うん、デュエルなんたらとか、うん、キラキラしたちゃんとファイルしてあるものも売りに行ったら金になるのかな。本当だよな、黙って売りに行こうか迷いますねえ、どのくらいなんだろうね。結構ポケモンカードはね、高く世界的に今相当売れるすごいのがあるっていうかね、話題になってますよね。そう、うん、そうそう、だからもう海外から日本にね買いに来てる外国人、1枚何十万とか、うん、何十万、何百万とか、とんでもない。そう、うん、昔はね斉藤由紀のテレフォンカード高いっていうのあったけどね斉藤由紀のテレフォンカードゲームでもないし、高いああそういう噂があったけど、ね、あったけどね、どうなんだろう、
っちゃうんじゃない、いや、売ったら、いや、でも一応聞いた方がいいと思う。いや、聞いた、もちろん。それは後で揉めるから。うん、絶対聞いた方がいい。で、捨てていいって言って。絶対嫌だっていう、うん、そしたら。どうですか、でも思い入れがなかったら。でも、今、だからどんぐらいの、あれかが分かんない、今の状況が。あ、そうですね。持ち主の。そうですね。ね。だちょっとお金に困ってたら、もうそれこそもう売れるんだったら、こんぐらいになりそうだって言ったら、喜んで売るかもしれない。確かに。だそれ自分が売っちゃうわけですよ、ね、自分の金にしちゃう、自分の金、ああ、そっか、黙って、黙って、そっかそっか、それはやめた方がいいな、よくないな、うん、それはやっぱりお子さんたちに一回話した方がいいですね。そういうもんだよね、大抵、うんうん、でもさ親、俺のそうおもちゃとかね、子供いつの間にかないんだ、親がまあ捨てたたとかさ、ないんだよ、そうだよ、自分が悪いんだもん、あ、音楽変わりました、音楽が変わった、変わった、あ、あ、これハリーポッターの音楽だよ、ハリーポッターだ、寺田さん繋がったんじゃないの、捕まったのかな、誰か人が見つかったかな見つかったかな、ね、お悩み相談ね、うん、寺田さん、はーい、見つけました、太田さんに相談したい方、発見しました、ほら、ですね、神奈川からお越しの、隼人さんと美雪さん、美男美女のカップルのお二人でして、で、隼人さんはグリフィンドール寮のローブを着ていまして、美雪さんはハッフルパフ寮のローブを着ていて、しかも頭に、寮の名前がわかんない。ヘドウィグのカチューシャまでしてるんですよ。フクロウですよ、ヘドウィグは。もう、かなりしっかり決めてらっしゃるお二人なんですが、そんなに好きじゃないんですよね。あ、そうなの、見たことないです。見たことない。見たことない。ね、そういう人よく行く気になるね。誰かすごい行きたい人と一緒に行ってるわね。え、二人とも見たことないの？いや、自分は見たことあるんですけど。あ、そうかそうか。で、彼女が撮ってくれたんで来たんですよ。あ、優しい彼女だね。しかもあの発売初日、セールスが始まった初日に申し込んだということで、勉強満々なんですけど、そんなにまだ詳しくないという。詳しくはないけどね。あ、でもそれは嬉しいよね、彼氏としては、ね、でも楽しかったですかね。楽しかったですね。ね、今度じゃあ彼女も見てみようって気になりましたか、映画。あ、そうですね。そうでもなさそうだね。ぜひ見てください。ハマりますよ。11作なんですよね。いや、そうか、いっぱいあるからね。長いな。じゃあまずちょっと一作目の賢者の石をお願いします、はい、そうだね。そして今日はですね、お悩みがみゆきさんのお悩みということなんですが、はい、うん、お願いします。あ、先月からペット、トイプードルを飼い始めたんですけども、全然しつけができなくて、結構ベッドの上とかソファーの上とかおしっこをしてしまって、あららら、難しいなっていう悩みなんですけど。なるほど、これ動物は難しいよね。はい、会話ができないので。オスかメスか、どっちなんですか。オス。あ、オスです。あ、オスか。はい、マーキングとかしちゃうんだよね、きっとね。ですね。今だ、何歳ぐらいなんですか、そのトイプードル。8ヶ月なんです。あ、じゃあこれまだしつけはなかなか難しいよね。まずあのトイレはあるでしょ。あ、トイレはいくつか。そこでしないってことだよね。あの、ベッドの上でしちゃうってことだよね。そうなんです。だから、そこにベッドで上した時に、そのベッドの、その匂いの、あれをトイレの方にこう置いとくんですよ。シーツとかね、そういうのをトイレの付近に置いとくんですよ。はいはい、で、ここだよって教えてあげてください。ここだよって。うん。それで、まだ、最初のうちは子犬ですから。あの、まだね、わかんないんですけれども、何回かそれを繰り返し失敗するうちに、だんだん覚えていきますんで。はい、頑張ります。それで、あの、そこでトイレをしたら、あの、ちゃんと褒めてあげてください。で、ご飯をやってあげてください。はい。そうそう、そういうことです。なんか、ためになる。ええ。これ普通のことですか。大体あの、犬ってのは頭がいいんで、大体あの、あの根気で大丈夫です。根気で、投げ出さなきゃ。もうあの犬を飼ったってことはもう最後までそういうの責任を取るっていうのはもう当たり前のそのあれですからね。そうですね。うん、だから本当に、ね、そういう泣き言を言わないでください。泣き言じゃないじゃん。泣き言じゃないのよ。お悩みありますかって言われてね。悩んでる場合じゃないです。それはもう当たり前の話です。はい。あやと君のと。ハヤト君とは今ちょっと二人はもうこれから結婚予定とかそういうのは
今一緒に暮らされてるそうなんですが、じゃあ隼人君もそれをしつける方でやってるわけ。そうですね、やってるんですけどうまくいかなくて、うん、違うとこに入れた瞬間にしっこされたりとか、うん、結構あって、うん、今じゃないんだよなってのが多いですね。だからそれはね、犬はねだんだん覚えていくもんですから、あの根気よく人間の方が先投げ出しちゃったら、うん、はい、それは犬だってね、それはダメですからね。さっきからすげえ、まあ、言ってることをよくわかるしてね、太田さんそんなに犬に詳しいわけではないよね。詳しいわけじゃないですけど、はい、あの、ね、坂上忍のテレビ見てたらやってた、そのレベルじゃねえか。でもなんか今プロの人がいるんじゃないの。いるいるいるけど、しつけをしてくれるのね、いると思うけど、うん、多分ね、そんなまだ8ヶ月でしょ。はい、だからね、まだもうちょっと時間、そんなあの焦っちゃうとね、うん、うまくいかないと思うね。そっか、うん、気長にやった方がいいと思うね。さあ、散歩とか連れてってんの。あ、今日連れてこうと思ってます。あ、そう、でもね今、はい、あのアスファルトも暑いですからね、うん、はい、だから犬は割と地面に近いですから、どっかで聞いたことがある、熱中症になりやすいんだよ。年に 2,3 回聞く話、これ気をつけてね、うん、その辺は気をつけて。夕方の情報番組とかで必ずやるやつ。うん、まあ2人焦らずにね、結婚もね、焦らずにして、ね、焦らずに焦らずに、ね、犬が取り持つ縁ですから。取り持ってるわけじゃないね、別に。楽しい生活をね、まあ、ちょっと根気よく、いい、根気強く、はい、ね、はい、じゃあワンワンって最後2人で一緒にせーの、せーの、ワンワン、かわいい、かわいい、かわいい、いい終わり方、ね、いい、いい呪文だった。よかったよかった。隼人さん、みゆきさん、ありがとうございました。ありがとうね、ありがとうございます、ありがとうございました。寺田さん、はい、ね、今日の中継楽しそうだったね。でもね、いかがでした。本当にちょっと弾けてしまいました。いやいや、よかったよ。惜しかったです。もっとお伝えしたい呪文とかいろいろあったんですけど。呪文はもう伝えられても困るんだけど。呪文大丈夫です。呪文はね、大丈夫です。覚えたいかなって思って。あ、そんなことないですか。今度じっくりじゃあ教えてくださいよ。はい、ね、ぜひまたお願いします。ハリーポッターガチ勢だったのは本当によくわかりました。よくわかった。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。はい、寺田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、サンデー中継くんでした。この後は中島すねきのティーグランでようこそ。キニマンス塚本二希です。明日のカレッジ月曜バディはノーユースノージャパンの農場桃子さん、公開中の映画絶唱浪曲ストーリーの監督川上あちかさんに浪曲の魅力、そして音楽と映画の関わりについてお聞きします。放送は月曜夜10時から。中島恒之のティーグランドへようこそ。皆さんこんにちは、中島恒之です。こんにちは、大月莉子です。今週もね、スペシャルゲストで、もう本当に小笠原渡るとはわけが違う、はい、いやいや、小笠原もうかなりマニアックでらっしゃる。めちゃくちゃお世話になってます。あの、あ、もうこのまま、あ、ダメ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 でしょ。お決まり事だけ本編でね、はい、中島恒之のティーグランドへようこそ。この番組はロッテ ECC ダンロップの提供でお送りします。鈴木、来月から海外勤務だ。企業や大学で実績のある ECC の法人向け研修サービスを申し込んだぞ。短期間で力がつくオリジナル教材で様々な言語に対応している ECC ですか。行きます。ビジネスにすぐ使える英語を。 ECC。 それを気にしたことなどなかった。しかしそれは唯一大地に触れるものだった。その手のひらほどの小さな接点はいつもの道に最高の安心と喜びを生む。タイヤダンロップはその伝統と信頼を胸に安心を支え続ける。噛むこと、いいこと。中島恒之です。ラウンド中口が乾くことってありますよね。そんな時僕はガムを噛んでいます。ガムを噛むと唾液が出て口が潤うからプレーに集中できるんです。ゴルフにガム、いいですよ。ロッテ、噛むこと、検索。中島プロもとても楽しそう。はい、セントアンドルス行ってさ、うん、カヌスティも行ったじゃない。はい。すごい。どんな感じだった？そうですね。中島プロとかそんなことないんでしょうけど、多分アマチュアは、ターフ取るのが多分深く入っちゃってるんですよね。多分ダフリ気味というか。で、多分あそこら辺多分寒いんですよね、きっと。うんうん、
で、下が硬いんですよ、ちょっと。硬い、うん。ちょっと下が。だから、うん、結構何回か回ってたら痛くなってきちゃいまして。手首が。だから打ち方も悪いんでしょうね。だからこう薄く取らなきゃいけないのかなとか、やっぱ打ち方はプロはどうされてるのかなとか。その辺はやっぱり長年の勘で、深かろうが浅かろうができるんだけど、あのラフはどうだった？あの一般営業もあれだから。いや、そうなんです。試合じゃなくてもあれだから。びっくりしました。あの、普通のね、トーナメントコース、日本のトーナメントコースだと、なんかトーナメントやる年は、うんね、はい、うん、ちょっとずつ伸ばして、うん、で、日本オープンに向けてとかになるとすごい深くなって、終わるとすぐガーって刈るみたいなことが起きるんですけど、向こうは本当そのままなんだなっていうのが。出すの大変だろ？はい。というかもう、見つかんなくなっちゃう。特にカンスティは、一人で回らされたんですよ。うん、一人で回るっつって、で、どっちの方向だろうっていうのがわかんないですよ。カード引いて。はい、カード引いて。で、孤独。どっちの方向かわからない。あ、でも多分コースの地図を見ると多分あれが。あれが次の 3番だよ。いろんな方向にグリーン見えるから、どこだってなんだよね。そうです。トーナメントだと、あの、グリーンの方向に3とか、4とか、8とか書いといてくれるんですけど、実際書いてないので。で、ブラインドホールって言って、あの、グリーンが見えないホールもいっぱいあるので、お金上にポール立ってんだよね。そうです。ポールがあちこち立ってんですよ。だからこのホールは、この、あのポール狙いでいいんだよな、みたいなのをいちいち確認しながら打つ感じで。だから、ロストボールは本当に出ました。出るよね。まあ、フェアウェイ行かないと、まあ一人なんで、まずロストボールっていう。イギリスは面白いな、でもな。面白いですね。あの、風がなんであんなに変わるんですかね。あの、特に、セントアンドリュースで不思議だったのは、うん、海が、まあ、ね、海のすぐ横にずっとあるじゃないですか。海からって同じ風なんじゃないのって、なんか僕のイメージだと、そういう感じ、うん、海側からみたいな。要するにもう、二方向だよね。はい。ところが違うんだよね。なんでですかね、あれ。なんか不思議だな。時間によってここ、風回ってくるしさ。はい。アメリカ行った？アメリカ行きました。どこどこどこ？ペブルビーチ。いや、もうペブルビーチ。ああ、高い高い。びっくりしました。仕事で？あ、それも、そのゴルフ雑誌。そうそう、お願いしますって。両手だよな。いや、本当に。両手なんだよ。今、この円安だと両手いっちゃいますね。でも、やっぱりは、本当夢のようなコースでしたね。噂通りの。あそこどうだった？ 7 番の短いショートと、8番の、もう、海越えのミドル。はい、それが、ちょっとこれも一生の自慢にできるなと思ったんですけど、7番のショートでしたか、うん、あそこで私、バーディーを取りまして。おー、すごい嬉しいと思って。すっげえ。風はどうだったの？いや、風も結構強かったんです。まあまあ、うん、強くて、うんうん、レギュラーティーで打つとなんか100、うん、はい、そうそう、120とかだったんですけど、150ぐらいのイメージで打って、へー、なかなかじゃん。ちょっと横をついて、へー、バーディーみたいな。バーディーはい。でもあの、スコア良かったんですよ、僕、うん。ペブルビーチ78で回れて。それ、で最初で？最初で。すごいですね。あの、要因は多分英語だと思うんですよね。なんで？あの、一緒に回る3人が、まあもちろん英語ネイティブの人で、うん、なんか、いろいろ話しかけてくれるんですけど、うん、うまく答えられないじゃないですか。うん、なんか次、なんて言おうかなと思って、頭の中でずっと英作文をしてたんですよ。うん、そっちに気を取られてたから、うん、意外とその力入らなくて。ゴルフの方が。意外と気楽にできて。ここは決めてやるじゃなくて、あれ、なんて言えばいいんだっけ、次っていう。そう無心でできたんだと思います。なんかあの、ありましたもんね。昔、丸山茂樹さんが、すごい、下痢の状態で、あの、ゴルフ出なきゃいけなくて、で、その状態でもう、次トイレどこだろうって考えながらやってたら、すごいスコア良くて優勝したみたいな、なんか逸話をその時思い出して。俺、それ知らない。あ、本当ですか？もう、ことごとくに、トイレ行って、トイレ行って、みたいなのを繰り返して、で、優勝したみたいな。へー。これなんかね、丸山さんに。トイレはでも、我慢できないんじゃない？そうですよね。江森さんないですか？そういう失敗。いやー、僕は、あります、それは。あります、はい、あるよな。はい、絶対あるよな。いや、そうなんです。あるある。いや、プロも大変だと思うんですよ。やっぱりみんな人生かけて、で、こう回ってらっしゃるので、その、結構、ショートとかで詰まったりもするじゃないですか。あるある。でも、基本プロの試合ってスループレイじゃないですか。うん、我々アマチュアはお昼ご飯食べさせられるんで。はいはいはい、はい。そうすると、ちょっと胃腸が弱かったりすると、そういうことになるわけですよ。なる。で、僕が会員権持ってるコースは、僕ちょっともともと胃腸が弱いから、本当トイレの数はチェックしてから買ったんです。二、うん、ホールに一個あるんです。え、マジで？え、甘めに。二ホールに一個あるの？二ホールに一個あるんです。へぇ、すごい。でも、ちょっと恥ずかしながら、ついこの間もちょっと間に合わなくて。
で、クラブハウスで、はい。あの、新しいパンツを、すごい高いパンツを買ってみたいな。クラブハウスで買った。クラブハウスで買った。高いんですよね。すごい。本当にね、あの、精度は変えてほしいんです、僕。ちょっと、中島プロ、お願いします。なんか、日本のゴルフ場習慣を、あ、僕でも言われました。なんて？前衛に行った時に、前衛を見に行った時に、うんうん、その近くの名門コースも、前衛ウィークって言って結構オープンにしてくれるんですよ。うん、すごいプライベートなコースなんですけど、うん。で、そこで行った時に、アメリカ人二人と回ったんですよね。うん、で、一人が日本のコースすごい、あの、行ったことあるらしくて、でも一つだけ文句があると、うん。あの昼飯は何なんだっていうのを、すごい文句言われまして。彼らはね、食べないからね。そう、食べない。終わってから食べるんだよね、彼ら、うんうん。で、帰る人は帰るし、みたいな。スルーが普通ですもんね。昼飯を食べるから、だいたい5時間以上絶対かかるじゃないか、みたいな。知ってる？コロナの時にさ、スループレイがあったじゃん、最初。ありました。はい。で、あ、これ定着するよね。はい、やっぱりゴルフこれだよねっていう。はい、今みんな食べてるよ。いや、そうなんですよ。結局ね、あのスループレイが日本人には合わないのよ。ああ。だ結局じゃあお客さんの要望でってことですか。そう。ちょっとね、みんなでワイワイしながら後半もあれば大丈夫だからみたいな。その和気あいあいと、あれがアメリカはないのよ。もう、ああ、そうですね。もうスループレイずーっと待って、はい、はい、終わり。じゃあ、クラブハウスでさ。ハンバーガーぐらい食べて終わりです、うん、そうですよね、うん、あんなに日本のようにおつまみをバンバン持ってきたりとか、うん、他どこ行ったアメリカ他は話急に飛ぶけど、マスターズオーガスタおいやオーガスタちょっとオーガスタの話来週に持ってきてもらおうかすいません、はい、すいませんお二人さんいやありがとうございますもう終電ねすいませんね、また来週来週お願いいたします、はい、お相手は中島恒之と大月りこと榎並和樹でした、はい、中島恒之のティーグランドへようこそ。この番組はロッテ、ECC、ダンロップの提供でお送りしました。ドライバーの皆さん、前の車との車間距離は十分に取れていますか？前の車との車間距離が極端に詰まっていたり、必要のない急ブレーキや幅寄せなどの行為は重大な事故につながる危険な行為です。万が一煽り運転など危険な運転者に遭遇した場合は、サービスエリアなど安全な場所に移動して110番通報してください。運転する際は周りの車の動きなどに注意し、十分な車間距離を保ち、無理な進路変更や追い越しなどは絶対にやめましょう。お互い思いやりの気持ちを持ってマナーを守り、快適なドライブを。ネクスコ東日本。はーい。あれ、インターホン変えた？そうなのよ。近頃物騒だから新しいのに変えてみたんだけど、モニターは大きくて綺麗だし。へー。なかなかいいのよ。じゃ、考えてみる。またね。あれ？用事は？見える安心、インターホン。一戸建てタイプも。ピンポンはアイフォン。時刻は4時52分です。ここで TBS ニュース、ニュースデスクの柴田修一さんお願いします。はい。アメリカ政府がウクライナに供与すると発表した殺傷力の高いクラスター爆弾について、ウクライナの国防省は領土奪還の目的のためだけに使用すると強調しました。レズニコフ国防相は自分自身の SNS への投稿で、アメリカによるクラスター爆弾の供与を歓迎した上で、国際的に認められた我々の領土を占領から解放する目的で使用すると述べました。また民間人の被害を避けるため都市部では使用しない、公式的に認められたロシアの領土では使用しないなどとし、限定的な使用にとどめる姿勢を強調しました。その上で、領土の奪還後は地域に残る地雷の除去を最優先に行う法的な枠組みを確保し、不発弾による被害のリスクを防ぐとしています。アメリカによる供与の方針をめぐって、ロシア外務省のザハロワ報道官は8日の声明で、クラスター爆弾は紛争終結後にも爆発する可能性があり、アメリカがロシアとウクライナの子供を含めた犠牲者への責任を負うことになると批判。また、アメリカとその衛星国が紛争にこれまで以上に深く関与することを意味すると指摘する一方で、ロシアの軍事作戦には影響を与えるものではないとしています。アメリカメジャー1年目のメッツの千賀滉大投手がメジャーリーグオールスター戦の代替選手に選ばれました。これはメジャーリーグ機構が8日発表したもので、
登板間隔を理由にオールスター戦で投げられないカブスのストローマン戦投手の代わりで出場します。30歳の千賀投手はプロ野球のソフトバンクから海外フリーエージェント権を行使してメッツに移籍しました。開幕から先発ローテーションを任されて16試合で7勝5敗防御率 3.31 をマークしていました。女子ゴルフのメジャー第3戦全米女子オープン選手権は8日第3ラウンドが行われ、畑岡奈紗選手が通算7アンダーで単独トップに浮上しました。5位から出た畑岡選手は6バーディーボギーなしで回りスコアを6つ伸ばしました。古江彩佳選手はスコアを1つ落とし通算1オーバー、木下彩選手は1つ伸ばして通算4オーバーとしました。以上ニューススタジオからお伝えしました。ニュースデスクの柴田修一さんでした。ここで TBS ラジオ天気予報です。関東地方は今夜にかけてにわか雨のところがあり、北部では激しく降るところもあるでしょう。明日は晴れ間の出るところが多くなりますが、気温の上がる午後は急な強い雨や雷雨のところがありそうです。最低気温は25度を下回らないところが多く寝苦しくなるでしょう。日中はさらに暑さが厳しくなり、東京でも35度と今年初めての猛暑日になりそうです。暑さを避けて熱中症に警戒してください。天気予報でした。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さんお願いします。魔法使い園子ちゃん。はい、お伝えします。どうぞ。首都高速道路はこの時間警備のため都心環状線の内回りの大環状霞ヶ関飯倉の入り口が利用できなくなっています。この後芝公園と羽田線の下りの芝浦、葛島、平和島、羽田の入り口も一時的に利用できなくなりますのでご注意ください。東名高速の上りは綾瀬スマートインターで11キロを40分、中央道の上りは小仏トンネルで15キロ50分、国立府中では9キロを20分、関越道の上りは高坂サービスエリアで7キロ、北関東自動車道東行き足利と佐野田沼の間事故のため通行止めです。京葉道路の上りは穴川で9キロ間1時間、東京湾アクアラインの上りアクアトンネル内では追い越し車線で事故の処理が続いています。10キロ、袖ヶ浦からは2時間以上です。警視庁から以上です。警視庁の桜井園子さん、ありがとうございました。お見事。真夏のオーケストラの祭典が今年も開催決定。 TBS ラジオ公演フェスタサマーミューザ川崎はミューザ川崎シンフォニーホールを中心に7月22日から開催します。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。4時間の生放送でお届けしました爆笑問題の日曜サンデー、今日のプレゼントの当選者の発表をしましょう。はい、今日のプレゼントはビッグ A からサントリー生ビール 350ml 入り6本です。こちらの当選者10人は西東京市のシクラメンコさん、千葉県千葉市のボラーレさん、埼玉県狭山市の、ひまわり娘さん、他7人の方です。おめでとうございます。来週7月16日の放送のお知らせです。午後2時からはゲストコーナー、ここ赤坂応接間、久しぶりに古舘一郎さんのお客様です。はい、あいう質問は一ろうの文字から始まる質問です。ちょっと私初めてなんで緊張します。ああ、緊張するね、はい、アナウンサーの先輩します、ね。はい、人気芸人がさまざまなランキングを紹介するサンデー芸人ランキングのナビゲーター真空ジェシカのお二人が担当でございます。はい、うん、そして4時から特集コーナーサンデー学ぶくん、夏です、今年もやります、アイスを学ぶということで、うん、2023年のトレンドなどですねご紹介していただきます。アイス研究家シズリーナ新井さんも登場するということですよ。毎年来ていただいてます、ね、そうです。質問や疑問など何分回答するといいとか、ね、食べ方とか教えてくださったりしますからね、はい、楽しみです。はい、ね、今日はあの三石香奈さんね、あの2019年の新番組選手権に、ね、グランプリ取ってね、そう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 、はい、新潟のね、ちょっとスタジオにお越しください。あ、どうも、はい、すいません、あんな感じだけど、はい、10秒、はい、BSN の三石です、皆さんこんにちは。そしてさようならでございます。はい、ということでお相手は爆笑問題田中裕二と徳光和夫と三石でした。 TBS アナウンサー山本恵里香でした。また来週。法律事務所ミライオから B 型肝炎について大切なお知らせです。
幼少期の集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスに感染された方、その方から母子感染などで感染された方は、国から最大3600万円の給付金が受け取れます。症状がない方も対象です。さらに発症されたら追加給付金も受け取れます。 B 型肝炎訴訟のご相談は未来王へ。相談料着手金は無料です。 0120-783-005 悩み005、東京弁護士会所属法律事務所未来を。お聞きの放送は FM90.5MHz AM954kHz TBS ラジオです。5時をお知らせします。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。魔法使い園子ちゃん、はい、お伝えします。だぜ。首都高速道路はこの時間警備のため、都心環状線の内回りの大環状霞ヶ関飯倉の入り口が利用できなくなっています。この後芝公園と羽田線の下りの芝浦、葛島、平和島、羽田の入り口も一時的に利用できなくなりますのでご注意。東名高速の上りは綾瀬スマートインターで11キロを40分、中央道の上りは小仏トンネルで15キロ50分、国立府中では9キロを20分。関越
上りは高坂サービスエリアで7キロ、北関東自動車道東行き足利と佐野田沼の間事故のため通行止めです。京葉道路の上りは穴川で9キロ間、1時間。東京湾アクアラインの上りアクアトンネル内では追い越し車線で事故の処理が続いています。10キロ、袖ヶ浦からは2時間以上です。警視庁から以上です。警視庁の桜井園子さん、ありがとうございました。お見事。真夏のオーケストラの祭典が今年も開催決定。 TBS ラジオ公演フェスタサマーミューザ川崎はミューザ川崎シンフォニーホールを中心に7月22日から開催します。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。4時間の生放送でお届けしました爆笑問題の日曜サンデー。今日のプレゼントの当選者の発表いきましょう。はい、今日のプレゼントはビッグ A からサントリー生ビール 350ml 入り6本です。こちらの当選者10人は西東京市のシクラメンコさん、千葉県千葉市のボラーレさん、埼玉県狭山市の、ひまわり娘さん、他7人の方です。おめでとうございます。来週7月16日の放送のお知らせです。午後2時からはゲストコーナー、ここ赤坂応接間、久しぶりに古舘一郎さんのお客様です。はい、愛用質問は一ろうの文字から始まる質問です。ちょっと私初めてなんで緊張します。緊張するね、はい、アナウンサーの緊張しますね、はい、人気芸人がさまざまなランキングを紹介するサンデー芸人ランキングのナビゲーター真空ジェシカのお二人が担当でございます。はい、うん、そして4時から特集コーナーサンデー学ぶくん夏です。今年もやります、アイスを学ぶということで、うん、2023年のトレンドなどですねご紹介していただきます。アイス研究家シズリーナ新井さんも登場するということですよ。毎年来ていただいてます、ね、そうです。質問や疑問など何分回答するといいとか、ね、食べ方とか教えてくださったりしますからね、はい、楽しみです、はい、ね、今日は三石香奈さん ね、はい、あのね、2019年の新番組選手権で、ね、グランプリ、ね、そう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 、はい、新潟のね、ちょっとスタジオにお越しください。あ、どうも、すいません、懐かしいだけど、はい、BSN の三石です。皆さんこんにちはそしてさようならでございます。はい、ということでお相手は爆笑問題田中裕二と徳光和夫と三石でした。 TBS アナウンサー山本恵梨香でした。また来週法律事務所未来をから B 型肝炎について大切なお知らせです。幼少期の集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスに感染された方、その方から母子感染などで感染された方は国から最大3600万円の給付金が受け取れます。症状がない方も対象です。さらに発症されたら追加給付金も受け取れます。 B 型肝炎訴訟のご相談は未来をへ、相談料着手金は無料です。0120-783-005 悩み005、東京弁護士会所属法律事務所未来を。お聞きの放送は FM90.5MHz AM954kHz TBS ラジオです。5時をお知らせします。